イベントの方を始めさせていただければなというふうに思います。はい、今回はオンライントークイベント、僕らが目指す観光復興と地域の未来、好きかこと開く町、香川県琴平町が考える地域への新しい関わり方ということで、えー、進めていければなというふうに思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの画面をオンにしていない方は、ぜひ心の中で拍手、 え、していただければなと思います。あ、聞こえてきました。ありがとうございます。はい。では、えっ、ー、と、早速、え、イベントの方を入らせていただくんですけれども、本日、えー、このイベントを通して、えー、ハッシュタグ、月がことを開く街で、ぜひイベントの、えー、内容をつぶやいていただければなというふうに思います。Twitter、Instagram、Story ーー、Facebook、えー、などなどですね。えー たくさんつぶやいていただければなというふうに思います。あの後ほどあのイベントの趣旨のところでもお話しするんですけれども、今回のイベントですね、オンラインイベント1回目になっております。2回目のイベントもあり,あります。あと、モニターツアーもございますので、もう過去にモニターツアーに参加している方、今後モニターツアーに参加される方も、このハッシュタグを使うのと、あと地域の方々もですね、琴平の地域の方々も、 あの、実際に、このハッシュタグ、あの、覗いているので、ぜひイベント中も、たくさん投稿していただければな、というふうに思っております。はい。この間違いやすいんですけども、好きがこと、開く街です。あのか、漢字が、漢字の好き。カタカナのこと。開くは、ひらがなです。街は漢字です。 ちょっと難易度高いんですけれども、ぜひ間違えないで、えー、チャットのやつをコピペするなりして、えー、いただければなというふうに思います。はい。で、本日の流れです。本日は、えっ、ー、と、最初にチェックインという形で、えー、アイスブレイクをさせていただきます。えー、その後にですね、イベントの趣旨の説明を、えー、させていただいて、えー、ゲストの紹介。 でえー、と今日の本題のゲストのトークセッションに移らせていただければなというふうに思っております。で質疑応答の時はえっ、ー、は、ぜひ参加者の皆様からも、えー、質問どしどし、えー、受けたいなというふうに思っておりますので、えー、チャットの方、えー、に書くなり、えー、質疑応答の時に声出していただくなり、えー、して、ぜひ質問をしていただければなというふうに思います。 今日はなんかできるだけあのインタラクティブに、えー、の質問が来たやつを、えー、答えるだったり、えー、距離の近いイベントにできればなというふうに思っていますので、えー、画面、あ、今入ってきた方々も画面オンにしていただいて結構です。大丈夫です。はい。で、最後に、えー、本日お知らせがございますので、最後まで、えー、ぜひイベント楽しんで帰っていただければなというふうに思っております。はい。まず、チェックインということで、えー 皆さんよろしくお願いします。あ、夏木さん、イベント楽しみです。よろしくお願いします。はい。じゃあ、チェックインということで、えー、今、チャット打ち込める方、ぜひ、えー、今、いる場所、えー、今回のイベントは、えー、オンラインになっています。オンラインなので、えー、と全国からどこからでも参加できるイベントになっておりますので、皆さんがどこから参加しているのか、ちょっと知りたいなというふうに思っております。チェックインで。 書き込んでください。おー、すごいですね。北海道、千葉県、北海道、東京、大阪、秋田、金沢。すごい。ようやく6人目で東京が2人目。東京都群馬、神戸です。山口県、千葉県市原市です。松尾、福岡、東京の友達ね東京都八王子市、北海道、知床。知床、すごいですね。東京です、東京。ちょうど家のエレベーターに着きました。おかえりなさい。はい。すごいですね。やっぱ いろんなところから参加していて、あのー、応募ホームにも書いてあったんですけれども、琴平行ったことありますかみたいな、えー、ことを書いていったんですけれども、チェックイン2つ目は、えー、香川県琴平に行ったことはありますかもしくは、住んでましたよ。今、住んでます。方、あの、今日のゲストの方々もいる、もいると思うんですけど、あのー、ゲストの方々は、住んでます。書いてください。 はい、香川県琴平に行ったことありますかチェックイン2つ目です。あ9月に行きました。あるよ。まだないです。ちょっと見てみたい観光で行きました。ないです。あります。行きました。あ結構あ、琴平育ちです。前田さん、琴平育ち。いいですね。ないです。ないです。高校の時行ったと思います。確かに卒業旅行とかで、修学旅行か。修学旅行とかで行く人も多い。 みたいですね。2月に来ました。見たことありますコンピューラーさんに登りました。おいいですね。じゃあもう1個ぐらい、もう2個ぐらい聞こうかなと思います。香川県のイメージ、ちょっと聞きたいです。香川県のイメージ、教えてください、皆さん。今回の琴平は、香川県なので、香川県のイメージ、うどんもううどんこれ、うどん以外に来たら狭い <laughs> 瀬戸内海、ウユニ塩湖、ウユニエンコに似てるねあの絶景の場所もあります。直島、うどんがやっぱ強いですね。穏やかな気候、いいですね。はい、ありがとうございます。内田なんちゃんのなんちゃんは高松市出身で、<laughs> 前田さんがちょこちょこあのプチ情報を入れてくる、ありがとうございます。今日あのプチ情報をどんどん入れていってください。 はい皆さん、物知りで帰れますね。はい、ありがとうございます。チェックインはじゃあ、ここら辺にしたいなというふうに思います。はい、本日、司会進行を務めさせていただきます。旅っぽの石川文太と申します。よろしくお願いします。はい、国家国数は35カ国で、えー、と今回の旅っぽの、ことひらの運営メンバーになってます。はい、で、えー、とイベント2回目も出演する予定なので、ぜひ2回目も、ぜひ皆さん参加していただければなと。 僕は、えー、琴平は2回行って、9月と、十、え、一、ー、11月ですね。11月に2回行きました。はい。もう、琴平のセブンイレブンの行き道は駅からすぐ分かるぐらい詳しくなりました。はい。 コト平ってどんなところっていうところで、その,の前にあの今回のイベントを、えー、と運営させていただいてます、たびっぽのことを先にちょっと知ってるかなっていうところで、コトヒどんなところっていう資料を出しながらなんですけれども、たびっぽ知ってるよって人、あビたびっぽ知ってるよって人、チャットにお書きください。たびっぽの紹介をしてなかったことを忘れていました。はい 知ってますありがとうございます。ははいいいいあありりががととううごござざまますす今回のイベントですね、えー、と琴平ま、えー、香川県琴平町で観光再生の事業計画が進んでいまして、そこの、えー、と PR のお手伝いをさせていただいております、たびっぽという会社になっております。今回のイベントを主催しております。はい でえー、と僕ら何してるかっていうと,、えー、と、地方自治体だったりとか、えー、と観光局、えー、エアラインの方々とお仕事させていただいていて、そこの、えー、とマーケティングの、えー、プランを練ったりとか、えー、マーケティング戦略一緒に運営手伝ったり、えー、しております、はいでえーと。僕らの会社、すごく特徴ありまして、僕もさっきあのプロフィールに えーと世界一周、6カ国、35カ国と書いてあったんですけども、えー、と社員の、えー、大半が世界一周経験者で、えー、すごく旅の好きなメンバーが、えー、若いうちに旅をした経験をもとに、えー、創業しているメンバーになっております。なので、その経験を生かして、えー、といろいろな全国各地、世界各地の、えー、観光地の えー、マーケティングのお手伝いをさせていただいております。で今回のことひらも、えー、僕らお手伝いさせていただいておりまして、えー、サイトだったり、あ言ってしまった。モニターツアーだったり、えー、今回のイベントだったりを、えー、お手伝いしております。はい、後ほどあの代表の清水が出てきますので、また紹介、えー、としてさせていただければなというふうに思います。はい、でことひら、こんなとこ,ろところでインプットになってしまうんですけど、急にお勉強 になってしまうん、ですすすけれどども琴平、えー、香川県のの西部にに位置する人口人口8000ほどの町になっております多分あの、生まれも育ちも前田、あの、琴平の前田さんは、あの、僕より多分詳しいと思うんですけれども、一生に一度はコンピラさんで知られるコンピラ宮というところがあり、江戸時代ぐらいから旅行者が栄えている、えー、場所になっています。江戸時代の前からかな、えー、旅行者ですごく栄えている場所になっております。 であの僕、運転免許がないんですけども、あの行った時も全然困らないぐらい、遠で巡ることができるコンパクトな街、えー、になっていて、一回訪れたら、ま、えー、向きある街だけ、街並みだけではなくて、えー、そこに住んでるエネルギッシュな移住者だったり、若者だったり、えー、住んでいる方々も、エネルギッシュな、今話題のホットスポットになっております。で今回、琴平をテーマに題材にしてイベントを、えー、させていただいております。はい。 でではでは早速、今回のイベントの趣旨のところを説明させていただければなという,ふうに思うんですけども、はい、チャットで改めて今回のハッシュタグを載せてもらってもいいですか、西尾君。 はい、今日のイベントを、えー、ハッシュタグがあります。多分今、あのー、今のチェックインの間に入ってきてく、えー、れた方もいると思うので、えー、改めて、えー、ハッシュタグをお伝えしていただける、お伝えさせていただきます。月がこと開く街。これで、ね、あの、ぜひイベント中につぶやいていただければな、というふうに思っております。はい。大丈夫ですかね。 あの、たくさん、これ、あの、モニターツアー、1回目、あの、モニターツアーが先に2回終わっていて、実は、好きはこと開く街で検索すると、ツイッターで、えー、すごくいろいろ、あの、ことひらの写真が、と投稿が出てくるのですぐに旅したくなるような投稿もあります。ぜひ、ちょっと調べてみていただければな、というふうに思います。はい。 でえー、と今回のイベントですね、今回のタイトルにありますとおり、僕らが目指す観光復興と地域の未来、月が琴平区町、香川県、えー、琴平町が考える地域への新しい関わり方ということで、今回は、えー、と琴平町に移住した、えー、3名の方をお呼びして、えー、この地域への新しい関わり方について深掘っていくイベントにできればいいかなというふうに思います。大きなテーマとしては、えー、地域とか、えー、観光の復興の観光復興、 え、コロナになって、え、観光が、え、閉ざされた中で、観光復興の未来を考えるっていうのが大きなテーマ。そこの中で、え、琴平っていうのを題材にして、え、琴平で新しいコンセプトを通して、コンセプトを掲げて、え、こと開くっていう、琴と開くっていうことが何なのかっていうのも多分話の中であると思うんですけども、え、こと開く町、香川県琴平町っていうところを、え、新しいコンセプトして、えっと、打ち出している、え、琴平町、 をテーマに今日は話を進めていければなというふうに思っています。なので今回はあの、ぜひ参加者の皆様は、えー、この香川県琴平町に、えー、ぜひ行って、えー、その中でどんな地域との関わり方ができるんだろうか、それを琴平町じゃなくて他の地域に置き換えて、えー、どんな関わり方ができるんだろうかっていうのを、えー、考えるイベントになったらいいかなというふうに思っております。はい。 冒頭の部分少し早めなんですけれども、えー、と先に、えー、旅っぽの代表の清水をゲストの一人を、えー、お呼びしたいなというふうに思います。はい。では、清みなおさん声出せますかね。はい、大丈夫です。はい。じゃあ、清みなおさんよろしくお願いします。はい。皆さん、これ僕の顔見えてますかね。はい。じゃあ、皆さん今日は本当にお集まりいただきありがとうございました。もうね、あの、すでに。 えと50名くらいの方が参加してくださっていて本当にありがたいなというふうに思っています。最初にあの簡単に僕の自己紹介だけさせていただければなというふうに思いますけれども、えー、と株式会社旅ッポをですね、えー 立ち上げててからずっっとと代代表表やっておりまますす取締役の清水直と申しますどうぞよろしくお願いします。あのさっきからあの石川文太が僕のことを「水みなおなお」っていうふうに言うんですけれどもあだ名で、ね「清水なお」なので「清水なお」っていうふうに呼ばれてるのでぜひ「清水なお」とか「清水なおさん」とか、まあ、何でもいいんですけどそう呼んでいただければ嬉しいです。はい。であの簡単にですね僕の自己紹介最初にいろいろとさせていただければなというふうに思ってるんですけれどももともとはですね、えっと、僕がですね、えっと、大学生 ですねまあ、今日も、えー、と2割ぐらいの方は大学生とかも参加してくださっているのかなというふうに思いますけれども、うん、えと僕は、えー、とその参加してくださった大学生の皆さんと同じぐらいの年ですね、えー、と21歳ぐらいの時に、えー、まあバックパックを一つ背負って、えー、世界一周の旅をするというのを経験しましてでその世界一周の あの旅の途中でえと出会った同じく大学生の仲間と一緒にまあ帰国した後にですねなんかもっともっとあの日本にいる若者にこう旅をすることの魅力を伝えたいなというふうに思ってえ立ち上げたのがまあ旅っぽというもともと最初は学生団体になりますでそこからあの僕普通にサラリーマンを3年ぐらいやっていてですねで今日も実は あのそこで一緒に働いてた方がたまたま参加してくださってるので少し緊張してるんですけども、えー、そうあのまあ、サラリーマンで、えっとまあ、いわゆるこうインターネット広告とか、えっと、マーケティングの仕事を3年間ぐらい、えっと、していて、まあ、そこからえっと 旅っぽが少し大きくなってきたので26歳の時に独立をしてそこから創業して今8年ぐらいですね、えー、とずっと株式会社として旅っぽという会社を経営しておりますはいでもともとは本当に世界中を旅することがすごい大好きであの世界、まあ、今40カ国くらいですかねあの僕よりあの旅をしている社内のメンバーすごいたくさんいるんですけどもあの僕自身は40カ国くらい旅をしていて で、もちろんあの、国内、いろんなところを旅するのも好きなので、まあ、日本国内、いろんなところを旅をしながらですね、で今、なかなか海外に行くことができないので、まあ、こういう形であの地域の、えー、方々と、えー、一緒にこう観光の仕事に携わっているという、えー、仕事をしています。なので、あの僕とか石川もそうですけれども、まあ、自分たちも旅をするし、 え皆さん、若い人とか皆さんにこう旅をしてもらうためにどういうことができるかっていうのをずっと、えー、考えながら、えー、会社をやっているという形に、えー、なっています。はい、で今日はですね一応3名の方、えっと、ゲストにお呼びしているんですけれども、まあ、このイベント、先ほどあの石川からいろいろと説明があった通りえっり、と、この琴平というですね街をなんかどうやったらこうもっともっと盛り上げていけるのかっていうのを、まあ、この半年間ぐらい、えっと、ずっと考えている中での、えっと、イベントというふうになっています。 あの本当にずっとですね、皆さんもコンピラさんとかコンピラライで行って聞いたら、なんか聞いたことあるなと思われる方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけれども、逆に言うと,あとかなりコンピラさんに依存した観光地としてえと盛り上がってきたので、それによくも悪くもあのまあいい意味であの依存しない。 観光地になっていきたいという意味でですね、あのどういう打ち出し方をしていけばいいのかというところで、えー、とスキー学校と開く街というコンセプトで、今いろいろと打ち出しをしてですね、あの今日実は特設のウェブサイトも公開をしたんですけれども、まあ、そういうウェブサイトを公開したりとか、あとモニターツアーを企画をしたりをしています。はい、であとあ、今回の実は事業なんですけれども、基本的にはあの観光庁のですね、 あの補助金を受けてですね、観光庁から採択された事業としてえと運営をしているまして、いわゆるこう実証実験みたいな感じなんですね。やっぱりこうコロナによって結構観光ってこれからどうなるかっていうのがすごい難しかったりするんですけれども、それをあの今後のことを考えた上で、なんか今何ができるのかっていうのを考え,考えてですね、モニターツアーの企画だったりとか、いろんなこういうイベントをやってみたりっていうのをしていますので、ぜひなんかこう、イベントでどういうことを思ったのかとか、どういうことを感じたのかとか、どういうことを学んだのか。 みたいなことは、まあ、チャットでもいいですし、あのぜひ SNS にアップしていただいてもいいですし、すごいあの地域の方もたくさん見てくださってますし、僕らもすごい反応することができるので、まあ、そういう形で、えー、とどんどんこう思ったことっていうのは外に出していただけると今日は嬉しいなというふうに思っています。はい。じゃあ、ちょうど時間になりましたので、えー、とゲストの方々ももう来てくださってますかね。はい。 じゃあ、えーっと、時間になりましたので、まあ、今回、えーっと、ゲストとして、えー、っと参加、えー、してくださるですね、えー、っと3名の方をお呼びしたいなというふうに思っています。はい、では、えーっと、三好さんと、えー、トイ君とあと銀ちゃん3名ですね、えー、お呼びしたいと思います。皆さん、あのこ音は伝わらないですけど、拍手でぜひお迎えください,、はい。ありがとうございます。えー、いただけてるかな よろしくお願いします。お願いします。あ、えっ、ー、と、あ、ミオさんが来ましたね。で、えっ、ー、と、銀ちゃんとトイんも、どこだえー、構えた。あ、痛いたい痛い、はい <laughs>、はいい <laughs> ありがとうございます。あの皆さんこれちょっとあの参加者の方もゲストの方も見るときにこれあのスピーカービルみたいなのにするとあのわかりやすくこうゲスト4人だけが並んで見やすくなるかなというふうに思うのでぜひそれに設定して見ていただけるとあの参加しやすくなるんじゃないかなというふうに思っています。はいじゃあちょっと今日この4人でえっとここからですね1時間半くらいえ喋っていければなというふうに思いますのでお三方本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。 はい、ありがとうございます、はい、あの皆さん是非質問とか聞きたいこととかあとトイくんかっこいいとかギンちゃんかっこいいとか。 皆さん、かいな、<laughs> そういうのも何でもいいので、チャットに反応いただけるとね、こうずっと喋ってて反応ないと結構怖いですもんね、僕らもね。か <laughs> はい、か反応していただけると嬉しいなというふうに思います。はい、じゃあ、ちょっと最初に簡単に自己紹介タイムを作れればなと思っているので、じゃあちょっとあのスライドをえ簡単に表示していただきまして、えー、っと1人ずつちょっと自己紹介をしていければなというふうに思っています。はいじゃあちょっと,、うんっと あ,はい、ありがとうございます。じゃあちょっと僕の自己紹介は、えー、最初に済んだので、じゃあ、遠い君からいこうかな <laughs> かうか。<laughs> はい、皆さんちょっと取り入れ。じゃあ遠い君からちょっと自己紹介をお願いできればなと思います。こんばんは、はじめまして。真心のトイと言います、えー、と今年の1月からこの香川県琴平町に、えー、と移住してきまして、 で現在えっ、ー、と真心琴平店っていうえっ、ー、とハーブとスパイスをテーマに。まああとは朝のえっ、ー、と食材を使ったお料理を。あの出しているお店で今店長させていただいてます。遠ゆきと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。遠井君は。えっ、ー、ともともと出身とかは。はい、出身はも、えー、ともとはえっと東京都です。そうか、東京都。 でなので本当に別にことひらの人ではなく移住してきて今カレー屋さんで店長やられてるとことですね。そうです。はいありがとうございます。一応今日のあの三人の共通点としては。 もともとは琴平に住んでなかったけれども移住してきたっていうえとちょっと共通点があるのでちょっとその辺も皆さんあの抑えながら話を聞いていただければなと思います。はいじゃあえと続いてえと岸本銀ちゃんと僕らは呼んでるんですけれども <laughs> はいじゃあちょっと銀ちゃんよろしくお願いします。はい、えー、皆さんこんばんは。えー、しおり屋の銀ちゃんです、えー、岸本弘樹っていう本名なんですけどあだ名が銀なので銀ちゃんと呼んでください。 えと琴平町に、えー、僕は3年前に、えー、岡山から、えー、引っ越してきまして、えーとまあ、こ,のここお店なんですけど古民家を自分で改装しながら、えー、カフェギャラリーというか、えー、カレーメインのカフェをやりつつ、えー、と今この近くにビルがあるんですけどそのビルを、えー、アーティストさんとか作家さんの活動の拠点にしようということでまた。 D.I.Y. しながら場所づくりを始めているところです。はい、よろしくお願いします。ああ、はい、よろしくお願いします。なので、えっと銀ちゃんはえっと岡山から来て、えー、移住者ということで住んでるという形ですね。はい、はい。ちなみにあのあれなんかその、まあれ孫コもカレーじゃなかったっけってあれカレー続きだみたいな感じで思われるかもしれないですけどあれですよねことひにスパイスカレー三重紙みたいな。 そうそうそうもう1店舗、まあ、カレー出してるところがあって、まあ、そこと3店舗で、町、まま、というか、まあ巷ではカレー三重市って呼ばれてる、そうです、ねはい。なので、ちょっとそのあたりも、あの本当になんか、ね、え香川といったらうどんでしょうみたいなイメージもあるかなと思うんですけど、ちょっとそのあたりも後々深掘っていろいろ聞いていければなと思ってます、うん、はい銀ちゃんですよろししくお願いします。うん あこれちなみに僕めちゃ普通にプライベートで聞きたいなと思ってたんですけど、な,なんで銀,銀三郎でしたっけ <laughs> <郎>これ話すと長いし、面白くないんでちょっと,あとじゃあ短くおもくないやつは短くお願いします。<laughs> ち,ょちょっとやめときます、ここは。やめとく。銀ちゃん。はい、じゃあ最後、三好さん、自己紹介お願いします。 えでと私はもと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 香川県の琴平の隣の全通寺市が出身で、うん、なんですけど、うん、琴平はもうね数年に一回ぐらいしか <laughs> 来たことなかったんですがでまあその後進学で京都の方に行ってそのまま10年ぐらいは京都に住んでまして10年ぐらい 前にまた香川に戻ってきました。うんうん、で、高松とか住んでまして、琴平に来たのは多分2年ぐらい前です。うん、はい、あの、なんで琴平でビーズ屋やってんのって言われます。<laughs> <laughs> <laughs> はい。はい、えっと、ちなみに、えっ、ー、と、僕もね、今回。琴平、もうね、これでこの短期間で2回ぐらい行ってるんですけど。あの、ビーズ屋さんって人生で入ったことなかったんですよ。<laughs> なので多分、うん、あの聞いてくださってる方もね女性だったらもしかしたら多いかもしれないですそもそもビーズ屋さんってどういうことなんだってちょっと思われてる方もいると思うんでなんか簡単に一粒ビーズ店がどういうお店なのかご紹介いただいてもいいです一粒ビーズ店は、まあ、私がもともとアクセサリー作家みたいな、うん、あのビーズ小学生でビーズに出会ってでまああの それでアクセサリーを作って、まあ、文化祭で売ったりとか雑貨屋さんに卸したりとか、まあ、ブランドさんに提供したりとか、まあ、セレクトショップのバイヤーさんが来る展示会みたいのに出てた時もあるんですけどもともとアクセサリー作家でただあの四国あのさっきおっしゃったようにビーズ屋さんってあんまりやっぱたくさんはないんですね特に地方だとほとんどなくてそれで。 まあ、いろいろタイミングとかもあって、ビーズ屋さんっていうまあ、材料を売るのを始めたんですけど、えっとはいまあ。もうご縁というかタイミングが良かったっていうのはありますね。うん、はい、あのアクセサリー作って見てもらってて。でも珍しいビーズをいっぱい使ってるので。 なんかビーズ分けてほしいとかどこから仕入れてるんですかとかすごい言ってもらうので、うん、あじゃあお店やったらみんな来てくれそうだなみたいな、うん、結構最初はあのり <laughs>、はい、でもやってみたらすごくいろんな方が来てくださってあと自分が思ってたより幅広い世代の方がもうお子さんから大人の方まで来てくれて楽しくなっちゃってやっ,なっ,ちゃってま <laughs> ちなみに、えっと、それはそのアクセサリーを作りに来るかなんかビーズだけを本当にこれ買いたいって言って買いに来る方もいるんですか、どういう人が来るお店。まあ、アクセサリーを作るのが趣味とか、<の>お仕事でされてる方とかが材料を買いに来られるのがまあ多いんですけど、まあ、お母さんに連れられてお子さんが一緒に来たりとかもありますし。 うん、あと、なんかただただ集めてるだけっていう方もいますよ。あ男性だったらなんか釣りのルアーにしたいとかっていう人もいます。ねなるほど、面白いです、ね。<laughs> なるほど。そうですね。ありがとうございます。まあ、じゃあそういうお店ですね、一粒ビーズ店という。いや、ほんあに、はい、あの皆さんぜひ行ってもらいたいですけど。<laughs> 今、三好さんの後ろに、ね、ビーズ並んでますけど、その何,何十倍あるんだってぐらいの量のビーズがおっにあるので、ぜひね、面白いので足を運んでみていただきたいなと思っています。 じゃあ、えー、とちょっとスライド、えー、とこの3人と僕がちょっと走りてたみたいな感じで、今日はイベントをやっていきたいなというふうに思っているんですが、えー、とちょっとスライド1枚めくっていただいてですね、あの僕がですね、今日なんか皆さんにどう,いうことどういうことを一緒に話したいかっていうのを簡単にあのまとめてきました。なので、あ今日はこういうようなことをいろいろ話せればなというふうに思っています。で、一応なんか大きいあの題名としては、僕らが目指す観光復興と地域の未来というえーテーマと、 あとあ、スキーがことひらく街というコンセプトを新しく打ち出しているので、そういうコンセプトを打ち出している、香川県琴平町の人たちが考えるまあ地域への新しい関わり方えというようなえタイトルをつけているので、今回、見てくださっている方も、たぶん、琴平に来たことがないよう、そもそも香川行ったことないみたいな人もいると思いますし、多分コンピラさんだけ登ってすぐ帰ったみたいな方もえいらっしゃるかなというふうに思いますし、そもそももう全然、 何,でも何も分かんないみたいな人もいらっしゃるかなというふうに思っているので、なんかそういう人たちに、あの今年ラとこういうふうに関わってほしいっていうのが少し新しい形で、かつ、まあね、ちょっとコロナでこう観光ものあり方自体が変わっていかなければいけないかなというふうに思っているので、まあ、それも踏まえた上で少し、えー、とみんなでいろんな話をざっくばらにしていければなというふうに思っています。はい、あの質問とかなんか気になることは、ぜひどんどんチャットに書き込んでもらえると嬉しいなというふうに思っています。なんかさっき あの前田夏子ちゃんっていうのはちょっと僕も知り合いで、あの琴平のあのこんぴらさんの何ですか、階段の何段目だっけな ?10 段とかじゃないですか。10段目ぐらいか。22段目です。声出てきた。天の声があの声段目にあるお店の 娘ですねあのそこで生まれ育って,てで今はね東京とかにいるのかなっていう感じの子がでさっきも言ってましたけど「琴平にこんなおしゃれな人たちがいたなんて」っていうちょっとやっぱりイメージの違う琴平というか琴平も結構コ,コロナですごい生まれ変わってると思うので、まあ、そういう中心にあのいる人たちの話を今日はいろいろ聞いていければなと思っています。 はい、じゃあちょっとスライド閉じていただいて皆さんも全然スピーカービューでそのままずっと聞いておいてもらえればなというふうに思っています。はい質問とかどんどんくださいね。はいありがとうございます。はい。じゃあちょっと最初、えー、っと皆さんまあ基本的には移住してきたっていうことがあるかなと思うんですけれどもまあなんでこの琴平に来たのかというかなんかそのきっかけとかちょっと。 まあなんかストーリーというか、どんな経緯でみたいなところをいろいろと聞いていければなというふうに思っています。じゃあ、順番的には銀ちゃんからちょっと聞いていくのがいいかな。ちょっとその来た経緯とかを含めていろいろと最初に。時期的にはみんな結構この2年ぐらいっていう感じでしたっけ僕、3年前です3年前。で、三好さんが2年ですか乙平に来たのは2年前ぐらいです。で、といくんが僕、1年前です。 1>, あ1年あじゃあ、ちょうど1年ずつっていう感じなんですね。そう、これ結構面白いのが、ことひらに行くと、割とこの3人って、すごい中心メンバーというか、なんかすごい、目立つ、いや、なんか目立つ、あこれ怒られるか、<う>これ怒られる <laughs> <laughs> な。なんていうか、これ,これからのことひらを盛り上げていこうっていう、まあ、その動きの中にはやっぱりいるじゃないですか。なので、結構昔からことひらに関わってるのかなっていうふうに、僕、もともとは思ってたんですけど、意外と最近、 結構コロナの本当前後というか、あの3年前だったらね、来てすぐコロナが来ちゃってとっていうことで、多分三好さんだったら、もう本当そうですよね、来てすぐコロナぐらいのそうです、ね、そうですよね。うん、で、遠井君くんはコロナめがけてきたぐらいの、うん。<laughs> コロナ真っ只中で来ましたね。っていう感じだと思うんで、ちょっとなんか、 最近来た人たちとして、なんかどういう経緯でちょっと琴平に行き着いたのかとか、ちょっとそのきっかけとかを含めて聞きたいなと思います。じゃあちょっと銀ちゃんから最初、どんな感じで琴平に来ることになったのか。どんな感じで、僕は岡山にいたときは、あのフリーランスというか、フリーでその映像制作とか、うん、まあ動画の編集とかしてて、割とまあどこでもできる仕事やってたんですけど、うん、編集がメインだったんで。なので、で、 まあ、そこでもボロい古民家を自分で直しながら住んでてでたまたまこっちの琴平町にそのですかね親戚がっ持ってた <laughs> はい、はい、でそうすると空き家使うみたいな感じだって <laughs> で、まあ、岡山で住んでる家より大きくなるしなここもなんか直しがいがありそうだなって思って。 こっっちに引っ越してきてき、うん、だからその時は全然そのカフェやろうとかギャラリーやろうとか全然思ってなくてあなるほどひとまず引っ越してきてでなんかいやせっかくやからやってみようかみたいな感じであなるほどカフェが始まったって感じです。 じゃあ割となんか場所にこだわってたわけとかでもなく、うん、本当に空いてる、親戚の空いてる家があるぞと。で、それ誰も使ったら、まあ、いわゆるあれですよね、空き家問題みたいな話ですよね。そう,そうそう。あまあ学生時代にその岡山の大学行ってたんですけど、うん、まあ普通に観光で琴平町、小ンピさん上がったりとか、何回か来たことある町だったし。はいはい。うん そんなに違和感なく、来れたかなって感じです。あ,あ、そうか、じゃあ、まあ、まあ、多少ゆかりがあったというか、少し、うん、まあ、一応観光地としてのイメージがあったからっていう。うあ、え、でも、その時は、もう全く、だって、今ってお店は一応、えっ、ー、と、あれですよね。しおり、しおりとカレーと。本の。うん。店というか。うな、なやか、わかんないですよね <laughs> 今。何でもやってるから。<laughs> しおり屋はね、本当、何やか、わかんないのに。面白い <laughs> ぜひ皆さんも行かないとわからないというか、なかなか面白いお店なので行ってもらいたいです。あじゃあそういうコンセプトとかも全然なく、とりあえず行って何やろうかなっていうのを考え出した。まあ、そ,うそうです、そうで、ん、す。それでも、今のシオリアのコンセプトに行くまでは結構時間があったんですかいや、割とすんなり。まあ、最初 名前から入ったんですけどこの場所がそのコンピュラさんの参道100段ぐらい上がったところの、まあ、コンピュラさんの麓にある場所で,で、まあ、コロナ以前はその世界中から本当に旅人たちが集まる街なので、うん、まあそういう人たちの道しるべ的な場所になったらいいなって思ってでしおりっていうのがその道しるべっていう意味があるんですけど、うん、まあそこから取ってきてしおり屋っていう名前をつけて じゃあ何しようって感じで。うんうん、ひとまず人が集まるんだったらご飯出た方がいいよねとか。なるほどあうち、しおり屋っていう名前だからしおり作ろうかとか。だんだん広がっていった感じ。確かにね、もともとことひら、コンピューターさんは特に本当に1日だって年間で500万人とか600万人とか多いときはっていう話なので、そう考えると1日本当に1万人とか2万人とか。 土日だともっと多かったりするっていう人が訪れてたような場所まあそこでこう旅人たちの道しるべとなるような何かができればいいっていうので空き家を使ってやり始めようっていうのが最初のきっかけで、まあ、ただそれは何するかは最初は考えてなくてっていう感じだったんですねああなるほど、はい、面白いありがとうございますじゃあ多分なんかそことの多分銀ちゃんとのちょっと関わりとかも話も出てくると思うのでじゃあ遠い君がなんで琴平にみたいなところはいはいちょっと聞きたいなと思うんですが 僕はなんで琴平に来たかというと、も、えー、ともとは鎌倉っていう土地で、うん、ゲストハウスで働いてました。そこで、えー、と今の、えー、とここのお店の真心っていうお店がのオーナーの新司さんって方がいらっしゃって、えーと、鎌倉に1店舗目があります。そこで知り合って、 でえーとまあ、鎌倉の2店舗目っていうことで琴平にお店をやるんだけどうん、うん、一緒にやりに来ないかっていうふうに誘,って、はい、誘われて <laughs> で琴平にたどりついたっていう感じですかね。それはもうそこを誘われるまでは琴平のこの字も頭の中にはなくてっていうことだよね。 そうですね1回、あの大学生の時に僕も旅をしてて、あ四国、青春18切符の旅みたいなのをしてた時に、1回、帰ってきたことがあったんですけど、それ以外はあの本当に訪れたこともなくて、ははい、はい、はい、でも、まあ、コンピラっていう場所で、その時もお参りもしてたしうん、うんあ、あそこでお店やるんだ、面白そうっていうことはあってきましたね。い,すごい ね、今チャットにも来てますけど東京生まれで鎌倉に、ね、鎌倉に移り住んだだけでもちょっと面白いというか、この, <laughs> の次がなぜか琴平に飛んでしまったっていう、ね。そうなんです、うん。面白いですね。なんかあれですよね、それで来た後に多分すぐ銀ちゃんとかに出会うんですよね。そう,ねそうですね。本当ね、遠い <laughs> に会ってなかったら、うち、あの、 引っ越してましたからね。あのないから <laughs> 本当に。えこれみよさんこれ知ってました。<laughs> 友達なかった話。友達が本当に2年 2>, <laughs> 2年ちょっといなくて。<laughs> はい、はい、<laughs> でも岡山帰るかっつって本当に岡山に物件家探しに行ったりとかしてて <laughs> はい、はい、その時のタイミングでそのトイ君たちがお客さんとしてご飯食べに来てくれて <laughs> なんかいろいろこう意気投合してあ友達 ようやくできるかもってなって、<laughs> もうちょっとこと開いようかって感じで。なるほど。なるほど,ちょうど去年の11月ぐらいでしたよね。<ー>初めてっていうか、このお店の視察っていうことでもう一つ、一つあのこのお店と他にゲストハウスも一緒にやろうっていう物件があって、あそうななんだなるほどそれを見るあの視察で11月にあ、去年の11月に来たんですけど、その時にまあ、 じゃあカレーをお店でやろうっていうふうになったときにちょっとこの辺のお店の中でもカレー屋さんはとりあえず挨拶しとこうっていうのもあってそしたらネットで調べたら一番上にやっぱしおりやドーンって出てきてなるほどここは行くしかないなと思って、はい、ちょっと挨拶だっつって挨拶だと言って行ったらあのうちあの楽器とか音楽とかもすごい大好きなオーナーと僕なんですけどはい、はい、そのしおりやにあの バラフォンっていうアフリカの民族楽器が置いてあって <laughs> 誰も聞いたことないですよ、バラフォンって誰も知らないと思うんですけどそのバラフォンを見た瞬間に僕とそのオーナーの信者さんをバラフォンだっつって <laughs> なんでバラフォンこんなところで置いてあんのそっからあのめちゃめちゃ話しかけてあのカレーつながりではなく民族楽器で仲良くなったって感じですかねじゃあなるほど えでもそれだってもう遠い君たち本当来てすぐってことですよね、十一月は、うん。まだお店もオープンしてないくらいの時いうそうですね、お店オープンしてなかったですね、僕たち。なるほど、面白い。まあそれはなんか不思議な不思議というか面白いご縁ですよね。ちなみにちょっと余談なんですけど、実は遠い君は昔、うちの会社の旅っぽがやっていた野外フェスとかイベントに学生の時とかにすごい来てくれていたらしいです。 その話を琴平で聞いてそんなご縁があるんだなみたいな大体いいそうですね2014年2015年のあの旅祭りですね、うん、あの辺は僕が当時大学生だったのでそれですごいあの旅祭りに行っていろんな方のトーク聞いたりとかあとはそれこそ旅っぽさんの絶景手帳とか本を読んですごいインスパイアされてはい、はい、でバックパック僕も実際に行って そっからあのゲストハウスをやりたいというふうになって、で鎌倉に移り住んだあいう、す、はい、そうすごいね、すごいご縁で、巡り巡って、琴平でこうやって一緒に仕事をしてるっていうのは、ちょっとね変な、すごい不思議な感じの<つ> <laughs> 話を毎回会うたびにしてるんですけど。<laughs> <laughs> でも結構面白いですね、本当に。もしかしたら、と一い君が来なかったら銀ちゃんはいなくなってたかもしれないしっていうこともあって、うん、でもなんかね、あの本当にこういう若い人が来てっていう意味ではね、まあそういうなんか本当に些細な縁ですごい、ちょっとずつ街が盛り上がってるみたいなことですよね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと三好さんもなんで、こう、ことにたどり、ビーズビーズでなぜことなのかっていうところかな。 えの香川に10年ぐらい前に戻ってきてでまず三木町っていう徳島と香川の境目ぐらいのところですごく小さい、うん、小さいお店を借りテナントを借りてビーズ屋さんを始めたんですけど、まあ、結構たくさんあのビーズ屋さんが地方あんまりないっていうのもあるしまあちょっと品ぞろえがうち独特なので、うん、あのそれを目がけて結構県外からわざわざ来てくださる方とかも 多くてただ小さかったので本ん多分何え 2, 2畳ぐらい <laughs> なんかすごい2畳, 2> 2畳あ狭すぎますね2畳,畳2枚だもんね <laughs> そんなこと。<laughs> 畳畳ぐぐぐらら <laughs> らいいい <laughs> ログハウスみたいなちっちゃい物件でやっぱ狭すぎてなんかカップルさんとか来たら、まあ、女性だけ入って男性は車で,でもうちのお客さんみんな長いんですよ好きな人しか来ないからはい、はい、でわざわざ来たから県外とかから、はい、23時間旦那さんとか彼氏さん車で待ちぼうけとかなんですね。 気の毒すぎると思って、まあ、あと狭かったんとベビーカーがとか車椅子の方とか入れないとかもあったのでそこで2年やってからあもうちょっと広いところを探そうでもうちょっとバリアフリーであとその待ってくださってる方が退屈しないようにやっぱコーヒーとか飲めたりとかちょっと軽食あったらいいなっていうので、うん、うち旦那さんがもともと料理人なので、うん、あのご飯とかもできるからで旦那さんカフェやってくれるっていうのでやっぱキッチンがついてて あの、元のお店より広くて、で、あと、やっぱ、地方駐車場がないと。ちょっとそれがね、ちょっと、あの、琴平もちょっと弱いところ、駐車場かなと思ってるんですけど。駐車場があって、あと、まあ、家賃とかが予算内みたいな。ところで、香川県内全域探しまして。基本、香川はまず決めててっていうことなん。そうですね。でも、香川県内だったら、どこでもいいかっていう。 思ってでたまたま条件がキッチンがあるとか広さとかいろいろ条件があったのが琴平の今のお店の物件でした、うん、じゃあ割と、まあ、銀ちゃんとかもそうですけど別に琴平を目指してきたっていう感じでもなくってことなんですねなんか観光地だったなって後から思ったぐらいな、ね、<laughs> ちょっとうちコンペラさんから車で10分ぐらい離れてるそうですよねはい。 のでそう後からあそういえば観光地だったなみたいな感じです。なるほど、面白いですね。すごいなんか、面白いのは、なんか三三様の本当にきっかけがあるというか、<laughs> 全然違いますしね、あと意外と面白いのは、別に意外と琴ろを目指してきたわけじゃないけど、<laughs> 住んでるっていうところは結構面白いというか、か逆に言うと、そんなあのあのいい意味でこだわりはないじゃない中で来たってことですもんね。 ありがとうございますじゃあちょっとせっかくなんで多分あのこの中どのくらい来,てな来たことがないっていう方もたくさんいると思いますしあとあの本当に来たけどューターさんだけ登っただけだとなかなかこ琴平を見なくて伝わりにくいというか、まあ、それが結構やっぱり、ね、止まらないんですよねみんなね日帰りでどんどん帰っちゃうという車で来てューターさん登って降りて帰っちゃうみたいな人がすごい多くても、まあ、うどんは一応食べるみたいな。 人が多かっったりすするので、まあ、それれは結構課題にももなっていますけれども、まあ、ちょっとそういう人たちにもなんかあの改めてちょっと琴平の魅力みたいなのを最初にちょっと語っておきたいなっていうふうに思っていますなんか改めて住んでみてとかこう,こう若い人とかにこう,こういうのが琴平いいところだよって伝えるっていう意味でちょっと皆さんが思う琴平の良さをいろいろと聞いていきたいなと思ってるんですけれどもじゃあ,あの後輩後輩というか <laughs> 歴が浅い糸井君からい<う>きますか。 はい、<laughs> どうですか、小戸平の魅力改めろててで。ヒ平の魅力、ですか、まあそうですね、あの僕はもともと東京都内出身だっていうのもあって、うんまあ、どちらかというと、すごいあの首都圏の方で生活してたっていうのはあるんですけど、そういう目線から見ても、あの全くこうあの想像してたよりも田舎の不便さ。 みたいいいななななはほぼないんじゃかそうですよね、はい。っていうのもまあ、まあ、スーパーすぐ近くにあるしあとは車さえあれば本当にあに近くに大きな街があってかつあのちょっと車で30分ぐらい行けばあの山の方のアクティビティを楽しめるところがあったり、うん、海の方のアクティビティを楽しめるところがあったりって言ってなんかこうすごいあのバランスの取れてる。 まあそれすごい思います。なんか多分イメージいろんなイメージが参加者の方の中にもあると思うんですけどどれだけ田舎どれだけ地方を想像してるか分かんないんですけどまあなんか不便さはまあ感じないですよね基本的には。全く感じないですね<分>本当に。あ,<ー>あとはまああとこの時代だからってのもうあるかもしれないですけど、まあ、買い物は本当にあの買えないものはアマゾンで注文しちゃったらもう。 次の日に届きますしそういう意味でも、まあ、どんどんあの田舎に方にっていうか地方に住むっていうことがあの住みやすくなってきてるなっていうのも、うん、あのここ1年ですごい感じてます。なんかさっきのアクセスの話でいうと琴平って結構アクセス的にめちゃくちゃ面白い位置にあるというか高松からもアクセスしやすいので、はい、まあ空港からもすぐ割と来れるし、まあ、岡山からもねパッと 渡ってきたらすぐなんで結構新幹線で行きやすいんですよね、東京からだと。岡山行って、そ新幹線で行って、パッと下ってくればいいだけだったりとか、まあ、あともちろん近くに山回って海回ってて、ね、車で四国どっか行きたいと思ったらすぐに行ける、なんかハブに割となりやすいなっていうふうには思ってるんで、まあ、そのあたりも結構魅力的なところの一つかもしれないですよね。ありがとうございます。かかいがですかちょっとね、ことひらの中でも外れ,外れたところというかね、そんなに遠いわけじゃないですけど。 ですねえっと、やっぱりうちそ割と広いんですね、駐車場、車10台ぐらい止めれる駐車場があって、うん、お店の中も割とお越しいただいたことはわかるあの、ベビーカーとか入れるぐらい広くて、うん、多分東京とかだと、この広さだと家賃すごい高いとい、ねうんうん、そうですよね。うん、そうだから、ある程度、ゆったりしあそう、家賃が安いってことですね結論、結論っていうか。なので ゆったりしたスペースでお見せしたいとか、まあでうん、そう,うち通販ネットショップもありましてそうでどうしても人間人口は都会に比べると少ないんですけどその商売としては、まあ、ゆったり広々できて家族連れとか赤ちゃんベビーカーで来てくれるとかもあるしゆっくりしてもらえるしで、まあ、あのさっきのアマゾンの話じゃないけど通販で別に全国に。 お品物は遅れ、そう考えると、やっぱり。地方はメリットあると思いますね。広いスペースが使える。あれですね。完全に吉田の経営者視点の。いや、今、本当、地方で商売するの、昔はこういう。万人に必要じゃないものの、商売って、やっぱ人口が多いところ、東京じゃない。 じゃないみたいなのがあったと思うんですけど,ど、ね、今あんまりはんむしろメリットになるところがある,いなるほど、うん、うですねそう僕もねすごいあの今回そのコンセプトで「好きがこと開く街っていうのを作ったのもあのこれ一応そのコンセプトはうちの会社というか僕がいろいろ考えている中でこう一言。 っていうので、まあ、好きなことを開くって作ったんですけど、まあ、あの最初に一番最初にことひらを訪れた時に、まあ、あの銀ちゃんとかもそういうと大井くんとか三好さんとか、まあ他にもいろんな方と喋った中ですごいこうなんか自分のやりたいこととかを、まあ、ことひらくっていろんなことがあるかなと思うんですけど、まあ、一つやっぱビジネスとして何かこうそんなに大きいことじゃないけれどもあのちゃんとビジネスに成り立つようなことをやっていこうっていうのをすごい形にしてる。 面白いいい人たちが多いなっていうのでこのコンセプトをつけたんですよでその時に古都平野ってすごいあの田舎すぎないっていう多分さっき遠い君が言ったこと、うん、田舎すぎないっていうこととけどとはいええー、やっぱりあの香川ですごい人口もねそんなに多くないっていうかまあ町なのでまあ家賃とかもそんな高くないけ,けど、えー、っとさ戻りますけどけどとはいえ便利で,でさらにこれ面白いなと思うのはやっぱり昔からの観光地なんで あの多分参加してる皆さんが思ってる以上の観光客が勝手に来るんですよねそれはやっぱりねあのすごいところの一つかなというふうに思っていて、まあ、コロナ前とかね本当に1日数千人とか1万人とか2万人みたいな人が来るような観光地ではあったんで、まあ、あれですよねだから東京でいうとなんか本当に何て言うんですか本当に銀座にお店出すぐらいの。 感覚でもう勝手に人が歩いてるところでなんかどういうビジネスとかやりたいことをチャレンジするかみたいなことができるっていうのは結構面白い環境だなっていうふうに思って、まあ、今回この <laughs>「好きなこと開く街」っていうののコンセプトを作ってなんかだから割と結構今って地域でこう何か新しいチャレンジしたいみたいな思ってる若い人多いじゃないですか。 でコロナでそれってすごい加速したと思ってるんで、なんかそういう人たちに、ことひらってこういう面白いことできるよみたいな伝えるのは、すごい面白いなと思ったんですよね。今、うちの会社でも議論ちょっと考えてますもん、なんか、ことひらでこういうお店みたいな。<laughs> あ<の>すごい,すごい秘密の、秘密のやつじゃないですかいや、あのだって参道の、<laughs> 参道の,あの中野のうどん学校の横とか空いてるんですよ。あ <laughs> いてます、空いてます。ね あそことかめっちゃなんかやりいろいろやりたいなってちょっとね、3人,3人でうどあの腕組んで、あこの物件いいな, <laughs> なんかで、ね、それが東京だと本当家賃が高くてとか、僕らもえどうやってやるのみたいなとか、コストがとか、チャレンジこれするみたいなになっちゃうんですけど、多分全然違う感覚でまたスタートできたりとかもすると思うんで、だからそういう意味で結構若い人が、だってあの皆さん以外にもね、本当に。 あの特設サイトのところに書いたんですけどそれこそ「ことひら文具店」さんっていうすごい素敵なあな文房具屋さんでオリジナルノートが作れるお店が本当それも1年前ぐらいですよねにオープンしたりとかもそうですし、まあ、あとその同じくゲストハウスとかさっきのカレー三重種の人がカフェをやられてたりとかもしますしあと今度3月にねあのウイスキーのバー をやるっていう25歳ぐらいいう歳らの若者がいたいとかなんかそういう新しいチャレンジみたいなのがすごいたくさんあるのが本当に面白いなっていうふうに思ったのは、まあ、結構さっきトイ君とか三好さんがおっしゃったようなこととかを総じてっていう面白さがすごいあるなと思ったんですよね。それなんか僕がコトヘラをちょっと語っちゃってる回になってきたんで、銀ちゃんにバトンタッチします。<laughs> なんかちょっと今の話と関係なくても全然あってもいいんですけど、なんか銀ちゃんなり3年住んでっていう中でコトヘの改めて魅力というか。 うんまあでもやっぱこじんまりして、まあ、交通の便もそうなんですけど、交通もそうなんですけど、やっぱ、なんていうんですかね、ひ人のつながりが、まあ、よくも悪くもうう強いというか、すご、うんはい、はい、近いんですよね。で僕、岡山来る前、そのあ香川来る前、岡山にいてで、そこでちょっと YouTuber じゃないですけど、YouTube の投稿とかもちょこちょこしてたんですけど、うん こっちに引っ越してくるタイミングで、なんかもう街中で YouTuber 来るぞみたいな話になってるみたいな。<laughs> そうなんだ、ねそ。そんなことになってんだと思って。それ、だから友達できなかったっってちょっと浮いた存在ではあったと思うんだけど、えー、でも、本当まあトイ君たちと出会って、ようやくこう友達とか知り合いができ始めたら、もう早い早いというかも、もうはい、はい、日につながって、なんか一緒に遊んだりとか。 なんか一緒に仕事の話をしたりとか、うんうん、本当になんか人との距離が近いなと思ってそうですよねなんか僕もそれなんか一つはあれ面白いんですよね琴比だってすごいコンパクトなんですよねうん、うん、なんか街的にはなんか本当にあのー、南北東西でなんかうんにき コンパクトさでいうと、本当に街自体は2キロぐらいとか、本当に歩いてえ何分みたいな感じで回れるっていうコンパクトさがあるんで、結構一回人とつながっちゃうと、歩いてるといろんな人に会うみたいな、すごい起きるんですよね。僕も前回初めて行って、またえと先月、琴平行ったんですけど、なんか歩いてるだけで人と再会できるみたいな。特にね、銀ちゃんとかと、銀ちゃんのね、やってるあのアーティストレジデンスとか。 あと遠イ君のマウコルとかも近くて町の本当中心にあるんでその辺歩いてるだけでなんか「おお!」みたいな「遠い君あっ遠君ああ」みたいな挨拶このあと行こうと思ってたのにみたいなことが起きて結構その物理的な距離感の近さみたいなのは一ついいなっていうところと、うん、でもあとすごい思ったのはそのあんまり年齢とか立場とか関係なくなんか琴平を盛り上げていこうっていう,こうビジョンの中で結構コミュニティがちゃんとあるというか。 でなんか若い人はもちろんそれでね、仲良く若い人でっていうのはあると思うんですけど、なんかそれをちゃんと応援してくれる大人たちもすごいいるっていうのが僕はポイントかなと結構思ったりしてるんですけど、なんかそのあたりとかは、特にまあ3人からすると、どういう感じで感じられてるんですか大人たちというか応援してくれる人の存在そう,、ね、そう考えると、この前あの10、1の十 この前というか、本当ついこの前、12日になんですけど、うんうん、あの、コンピラおこしの,あの音楽イベントっていうのを、やってましたね。関西<の>、うん、公園っていうところでやったんですけど、あれを主催した方は50代のコンピラ、ずっと住んでる方で、ええー、なるほど。はい、その方が、まあ、あの、えっ、ー、と、コトヒラで音楽をやっている、音楽でつながろうとしている、まあ、僕らみたいな世代のメンバーを集めて、うんうん あのまあ町を盛り上げていこう、うん、音,音でつながっていこうっていうことをされてるされてそれで,それであの実際形になったのでこ、うん、ういうあの昔から住んでる大人の方たちとかもなんかすごいあの,あの僕ら移住側をすごい受け入れてくれたりとか、うん、応援してくれるっていうすごい気持ちがすごい強いなって、うん、この前もあのつい思ったところでした、ねあ。なるほどね あんな街の中でね、それこそね、ライブやらせてもらったりとか、それこそ、この間僕も行きましたけど、<laughs> ね、あの、遠イ君の真心コロってお店、カレー屋さんなのに、夜になったら、<laughs> えー、なんか、ライブセッションみたいな、音楽ライブセッションみたいなのをやり始めて、はいね、結構すごい、こんな街中でガンガン鳴らすんだみたいなね、感じをやっても、ねそういうのを理解してもらったりとか、なんかそのあたりはすごい、あの、寛容度があるなっていうのは僕も感じましたね。うん もともと観光地っていう体質がみんなついているから<ー>お客さんを受け入れるというか外からの人を受け入れるっていう側面ではあのやっぱりちょっと全然違う外れた田舎の街とかよりもあのすごい受け入れてくれるんだろうなっていうのは感じますね。あそうですね、はい、これね僕もめっちゃ面白いなと思ってなんか結構地域に移住する時ときとかいつも問題になるじゃないですか地域の人が受け入れてくれないとか。 いいするみたいなで結構問題になって、まあ、いろんなところでそういう話を聞いて結局移住したけど帰ってきちゃったりみたいなことってよくある話だと思うんですけど面白いなと思ったのは観光地だからこそ,その旅人に対してというかよそ者に対してすごい寛容度が高いっていうのは。 なんかちょっと盲点だったなというか、こ平を見て、あ、なるほどなみたいな、そりゃ年間ね、600万人、500万人とか人が来てる中で、よそ者に対して、お前よそ者だとかしたら、ちょっとね、おかしいから、そういう文化がすごいできてるっての面白いですよね。それはだから観光地ならではみたいなところあるってことですもんね。なんか銀ちゃんとかは特にね、あのー、今やってる、ちょっとあんまりさっき話してなかったですけど、あーのー、 あのアーティストレジデンスの話とかを含めると、うん、結構その大人たちとの出会いっていうのは割といやでかすぎますねお世話にしかなってないって感じで、うん、そのコトバスさんっていうのあの、まあ、地元のバス会社のがそこのビルを持ってて、うん、でそこの社長さん楠木、うん、社長がすごいこう良くしてくださってて、うん、でそこのビルを借りてまあもう好き勝手始めさせてもらってるんですけど 本当に言葉さんはじめ、地域の <laughs> 皆さんに <laughs> とてもお世話になって、頭上がらないんですよ、本当に。いや、本当になんか、ああいうね、まあ、僕らがしたら本当に言葉ばっなんてね、大企業。 の社長があんだけ現場に降りてきてててき若者を応援してくれるってなかなかそんなにあるものじゃなそうそうそうもう解体作業とかも一緒に、まあ、頭にタオル巻いてジャージ着て、えー、で社長 <laughs> 一緒に解体してくれてはいはいほこりまみれになってますなんかせっかくなんで今なんかやられてることとかそのしおり家とは別にそのやってるプロジェクトがあるんですよ銀ちゃんがなんかそれがなんかどういう経緯で始まってどういうことをやってるのかだけちょっと説明してもらえると 嬉しいいなと思います、はい、経緯的には、まあ、うちそのカフェっていう側面もありつつこ,う、まあ、ここにちょっと絵が飾ってあると思うんですけど、まあ、ギャラリー的なこう、うん、アーティストさんとか作家さんとかと一緒になんか商品作ったりとかイベント企画したりすることがあってで、まあ、ずっとこのお店中心でこじんまりやってたんですけどなんかもうちょっとこう何て言うんですかね規模を大きくしていきたいなとかちゃんと事業としてやっていきたいなって思ってたタイミングで。 その言葉その草木社長があのうちのビル使ったらいいよって言ってくださってて <laughs>、ね、すごいすごいことうちのビル使って <laughs> そうそう結構すごいこともあるね結構すごいですよ本当にまあ一軒家ぐらいのサイズ感でいいかなって思ってたらいきなり6階建てのビルが来たからフロアごとに例えばこのフロアは、えー、作家さんたちのシェアハウスで、えー、このフロアは シェアアトリエ工房で、えー、展示販売するフロアがあったりとか、なんかテナントが入るとこがあったりとか、ちょっともうまるっとそういうアーティストさんや作家さんの活動拠点として、うん、そのビルをプロデュースしていこうかなと思ってやっています。あの今回、この間のモニターツアーでも見させてもらったんですけど、こういう感じで、本当、今まさにね、改装中というか。 壊し,壊し途中というか。<laughs> ようやくでも内装あの手つき始めて、ああそうちょっとずつ組み立てが始まってます、うんね。これとか本当にプロジェクトとしては面白くて、ここに行くとね、また多分この地域への関わり方みたいな話にちょっとつながってくれるかなと思うんですけど、なんか新しいことが観光客も含めて生み出せそう。 な感じとかっていうのでそれをねやっぱりねその、ま、あの経済的な意味でもそうですしなんか雰囲気としてもちゃんと応援してくれる大人がいるっていうのはすごい大きいしそこの距離感がね近いんですよね本当とに町長も面白いですからねほんに <laughs> 町長も本当に面白くてツイッターでことひらのことをつぶやくとすぐ町長がいいねしてくれるんですけど <laughs> あの本当に町長が面白くてね普通に居酒屋で飲んでたら 通りすがったり一緒に飲んでくれたりとかもしたりとかあのすごいそのもっと若い人にはこういうことしてほしいんだみたいなことをね思い持って言ってくださる方だったりするのでなんかそういう町全体に空気感がそういう空気感があるっていうのはすごい素晴らしいことですよねなんか三好さんとかはなんかまたちょっと2人とは違った立ち位置から、はい、そ,うそういうのを見てるような感じだと思うんですけどそのあたりってこうどういうふうに感じらっしゃるんですか大人の方や、うん、あの私 お二人はちょっと年上なんですけどなんか昔からまあ自分の仕事は自分で作るぞって言ってまあビーズあの,あ,の人あのビーズが好きな人とって死にたいんですけどそうでもやっぱ好きなことをちゃんとお商売としてねちゃんと成り立たせるってす、うん、り合わせるっていうのがあの、まあ、でもそこも面白いことだと思ってやっていてだから琴平移ってきてすぐ商工会入ったんですよ。で平町商工会入って、うん でそしたら商工会にいた方が、あのー、すぐ来てくれたりでそこでまた大人の人たちを連れてきてくださったりとかして小戸平町商工会って、まあ、商売してる人たちが。はあのー ちょっとお金を払って入るといろいろ商売してる人向けの情報を教えてくれたりとかするの各,各町とかにあるんですけどフト、うんうん、町ラチョン職会は、まあ、ちっちゃいんですよちっちゃいって失礼ですけど、うん、だから多分すごい細かく構ってくれるっていうういろいろ相談あの相談しに行ってもいろいろちゃんと話も聞いてくださいますし、うんうん、そうなんかまあちゃんと ちゃんとその好きなことをちゃんと商売として成り立たせるっていうのに、まあ、自分も興味があるし割とそのなるほどあのちっちゃいうちとかもちっちゃい個人事業のちっちゃい店なんだけどちゃんと付き合ってくださる大人の方がいるっていう感じですね多分これ大きい町だとここまで構ってもらえないだろうなって思ってますけどね。<laughs> ななんかかあれじゃないですか三好さんとかは特にこの半年というか、まあ、今回のこのプロジェクトちょっとカオスじゃないですかそれこそ何 <laughs> <laughs> ていうかその僕らみたいな旅っぽみたいな、うん、あの僕らはやっぱ基本よそ者として地域の観光の仕事に携わるっていうスタンス。 僕らは琴平にいないですけどこう全国から琴平に人を連れてくるとか、えー、と全国の人たちにうちのメディアとかうちの力を使って琴平の魅力を伝えていくっていうのができるなと思ってるんで、まあ、そういうことをやってますけれどもなんかそういう代わりの中でまあ僕らみたいな出会いもありますしなんかどうなんですかねこのプロジェクト今回の「好きがこと開く街」っていうコンセプトでみんなでやっていこうっていうのでモニターツーもうすでに2回やって30名ぐらいねビーズ店にえ行ってもらって。 でその関わりの中で、よりさらにこうあの銀ちゃんとか遠い君たちとの関わりがより増えたりとか、それこそ、ね、バーベキューして飲み会して、とう,うと熱いディスカッションを。ディスカッションって,あえて言いますけど、<laughs> 熱いディスカッションをしたりとか、その辺りとかでもやっぱりこう変わったなというか、よくなってきたなかみたいな、イミさんからしてもあるんですかなんかこう うちはうちみたいなだからで町おこしに興味があって琴平に来たとかではなくてあくまで自分がビーズ屋さん、ね、ビーズ屋さんとしてあのやっていく中ででも自然とタイミングがあればほかのお店の方ともっと思ってたしそれが多分今,今なんだろうなって思って関わっているっていう感じですね。で <laughs> はい、うん。<laughs> でも基本割とみんなそうじゃないですか。それ,それこそがなんか好きがことひらくだなっていうか、うん、うん、なんかいい,いい意味で別にことひらに人生を捧げに来たわけではない。皆さん <laughs> 皆さんね、<や>そうそう。なんかみんなすごいリスペクトしてます。なんかみんな各自あのちゃんと自分とか自分のお店のコンセプトとか大事にしてることが、うん。 ちゃんとある人ばっかりなのであの協力できるところはしますしお互いし合うし SNS シェアするとかもそうだしイベントするんだ行いくしそれを割と自然な無理がない範囲でみんなしてるかなっていう気はします。<ー>うん、面白いですよ なんかその地域の観光復興とか地方創生みたいな時に結構やっぱり課題になるというかそこの温度感の違いみたいなところって結構問題になったりするかなと思ったりもするんですけどそういう意味では結構僕はことひらいいバランスだなと思ってるの、うん、なんか地域のために地域なのか自分なのかみたいな話ですよね今のってちょっと例えばんかみたいな時にバランスが取れてるというかすごくうん、うん なんか自分たちのやりたいこととか自分たちのビジネスをこの領域でやっていけば地域だって盛り上がっていくじゃんみたいな,こうなんかいい、うん、すごい好循環になってるからあんまり変な自己犠牲をしている感じが皆さんから感じないのはすごい面白いなと思うなんかめちちちゃちゃゃく銀んがないてるけし自己犠牲とかボランティアとかになると続かないですからねあくまで自分,た自分それぞれのお店なりそれぞれの人がやりたいことを やりながら、あの、かず一緒にできるとこは一緒にするしっていうので。うん、あの、いいかなってめっちゃう。など <laughs> う番してるのかっていう。<laughs> え、なんかぎ <laughs> ちゃん、言いたいこと。いや,いや、もう全部言ってくださったんで、大丈夫す <laughs> です。ラオスで。ありがとうございます。じゃ、ちょっと、なんか。 あのせっかくなんでただこれってもともとそうだったわけじゃなくて意外とこの2年くらいとかですごい急激に変わってこと比がってあこういう街なんじゃないかとかこういう打ち出し方もっとできるんじゃないかっていうのに気づいたっていうのが結構その町長とかえとそれこそ言葉そのくそのきさんとかなんか皆さんそういうふうにおっしゃるんですよねでそれのきっかけの一つとしてやっぱりコロナっていうのがあったのかなっていうふうに思っていてでとイ君くんとかねまあ 1>, あの1年前にコロナ目がけてきたみたいな感じだったりするんですけど、ずっといた感じとしては、銀ちゃんとかそのコロナってどう、なんかコロナでことだってどう変わったのかみたいなのをどう思ってますええー、どう変わった、まあ、確かにその3年前来た時は、まだそのコロナはなくて、ぎりぎりなかったか。だから、初詣の時とかがもう本当に、なんていうんですかね、賛同もブロックごとでこう。 なんていうんですかね、超人がごった返してる。ああ、なるほど。こう、さあ、ここまで進んでくださいみたいな,そなえ。そんなこと。そう,そうそうそう。そんな状態を見た翌年とか、翌々年かに。そのコロナになって、そして今度は三同のおばちゃんとかが。もうこっちに、あの、とついできて四十年ぐらい経つけど。こんなことは初めてだっていうぐらいもう閑散としてて、なんかその。なんていうんですかね。 天国と地獄を見てるんですけど。うんうん、で、なんか、なんて言うんだろうな。これまでの。いや、なんかへ下手なこと言うと怖いな、これ。<laughs> <laughs> いやいや。<laughs> ちょっと地雷がある。<laughs> そうですね。まあでも、あのそれまで、えー、っと、なんて言うんですかね。やっぱお互いライバルだったというか、うんね、だったお店がやっぱ、まあ、僕らもそうなんですけど、さすがに。 今手を取り合わなきゃっていう風潮がちょっとずつ出てきてるかなっていうのは思ってて、うううんうん、うんで、うんまあ、僕も友達それでできたし、うううんうん、うん、うん、なんか、うん、なんていうんですかね、復興中の幸いじゃないですけど、なんかこれまでこうずっと課題としてはあったはずなんだけど、そのコンピュラーさんに依存してるっていう、でもそれにようやくみんなこう、 目が向き始めたというか、うん,うん。という兆しがあるのかなと思って、これからかなとは思いますけど。なんか三好さんとかトイ君とか、どうですか、コロナでっていう中で言うと、こういうふうにこ,この日だってコロナで買われたんじゃないかみたいなところですね。はい、<laughs> いいですか。はい、あの、日はお店開けてると、お店の営業中って出かけれないんですよ。 それがコロナでお客さん来ないからちょっと閉めちゃえ、はい、あのちょっと閉めてうろうろし,はい、はい、してこようぐらい日までそのおかげで他のお店に行ける時間ができたんですよ。それであにあのお互い気になってて SNS とかお互いフォローしててめっちゃいいねはです、はい、けど <laughs> っしったことはなかったところとかに行ってはい、はい、あ一通り線ですみたいな。そ初めて <laughs> なんかリアルで会えましたねみたいなあのち近いんですけどね町内なんだけど、はい、お店を開けてる同士はなかなか直接会いづらかったりしたのが会えましたそうですよねそれでも地味に大きいですよねやっぱり飲食店、はい、お店やってるとリアルな店舗やってる営業時間ってやっぱり似たような感じになっちゃうんで確かにみんな言ってましたもん。 一粒ビーズ店行ったことないってみんな行ったことなかったけどこのコロナのこのプロジェクトで初めて行ってあれはすごいみたいな感じとか <laughs> インスタライブだけは見てたんだけどねみたいなそうですよね <laughs> S うち SNS すごい発信はすごいしてるから見たことはあったけど、はい、みたいなだからあの行ったらあ一粒さんですよねとかめっちゃ言ってくれたあさるんで、うん、なるほどですね、はい そういう意味では、なんかそれもちょっと地域の一体感を作るのには、すごいいい作用を及ぼしたんじゃないかなみたいな、あるってことですよね。トイ君とか、どうですかそうですね、僕はそのコロナ真っただ中に来たんですけれど、うん、まあ、言うて、やっぱ、こんぴらって言われたら、すごい観光地だから、うん、あの今日、今年の1月1日に開けたんですよ、正月。でもももううう開けたたらもう人がもうごっ返して もう、てんやわんやてんやわんやっていうのをずっと想像してたんですけど、全くそんなこともなく、あの、うん、ただ、こんなコロナ禍のじょ中で、コトヒラにカレー屋ができたぞっていうのの噂がもうすぐすぐ広まって、それであのみんなご飯食べに来てくれたんですよ。これですごいあの,あのよくつながりがすごいいっぱい増えて、うんで、いろんなお店紹介してもらったりとか、それこそ、うんうん、まあ、 あの多分お店自,自体が忙しかったら、うん、まあ僕も外に行けないですしつな、ね、がる機会もなかったと思うんで、うん、そういう意味ではあのすごいそれこそさっきの言った話じゃないですけどすごい受け入れてもらえたなっていうのは、うん、コロナがあったからそれがすごい加速していったのかなっていうのは思います。本、うんうんね、本当にあの、ね、本当ににご 誤解を生むと良くないかなと思うんですけど、僕は結構観光業界にとってはコロナはあって良かったなって思ってるんですよね。本当に語弊を恐れずに言うと、本当に思って、まあ、もちろんダメージを受けましたうちの会社だって潰れそうになったんですごい大変だったんですけど、まあ、やっぱり乗り越えたからこそ見える景色があるなと思ってるし、あの今本当にもともとね、結構観光業界ってすごい悪い方向に行ってたというか。 あの本当に課題だらけでこれどうするんだろうっていうのをすごいみんながひしひしと感じながらやっていた中で一回ちょっとリセットしてでゆっくり考える時間があったのもよかったかなと思ってますしまあそれこそね今回のこの観光庁にね採択してもらったこの事業自体だってそのまあ既存のね観光地をどう再生させるかって観光復興の話なのでまあそれをこうみんなでねこうディスカッションしながらこう考えられるっていうのは本当にいいあの一つの大きいあの変換期だったなというふうに思っているので。 まあそういう具体的な話で言うとね、実は時間が空いてるから、地域の人とお店に行けるようになったとか、喋れるようになったとか、来てくれるようになったとか、なんかそういうところとかも、すごいいい意味では作用して、ことひらの,あの今があるっていうような感じなんでしょうね。あれですねなんかちょっと、 あの最後いろいろまとめて、まだ,まだあと、えー、30分ちょいは時間があるので、あ皆さんあの、質問とか聞きたいことがあれば、僕が最後にうまく拾いながら、えー、っと話をするので、えーっと、ぜひチャットに投げておいていただければなと思ってます。で、ちょっとまあ、なんだろう、い今までちょっといい話をちょっとしすぎてるんで、<laughs> あのなんていうかあの、もう少しリアルなところで、いや、とはいえ、こういう課題がっていうの、たくさんあるじゃないですか、地域って。 でそれを変えようと思って、僕らってこういうプロジェクトやってるので、なんかそのあたりも話したいなっていうふうに思っているのと、逆にそこが、なんかこう、その余白、要は未完成な余白が、僕は結構、新しい地域への関わり方のヒントなんじゃないか、最近思ってるんですよ。要は、ここがダメだから、みんなと一緒にここを変えていきたいと思ってるんですけど、どう思いますみたいな投げかけを、今日参加してくれた方とかにぜひしたいなと思ってるんですけど、なんかそういう意味で、なんか皆さんが思う課題。 こう観光特に観光客の方と一緒に変えていけるような課題の方がいいですね。なんかどうしようもないことだと結構難しいんで、<laughs> なんかそのあたりでなんかちょっと皆さんの思うこととか、まあ、三好さんとかね、たぶん琴平の文句100個ぐらいあるな、ね。<laughs> 待って、待って。はい、200個ぐらいです。200個,200個ありそうです、ね、個は何いや、よりよくしたいっていうのもだったら、いくらでも出てくるかも。<laughs> しないけど、あとですね、うん、あ、移住者支援が弱い。ああ、移住者支援が弱い。うん。あのうちあの移住してくるときにあのいろいろ調べたんですよね。補助金とか移住してきたらなんか家賃補助とかないかなって。 何にもなかった <laughs> い<や> <laughs> あったんですけど結構あのコンピューラーさんの近いエリアに限定されてたりとかあ、ね、あの若い若い人に年齢制限があったりとか <laughs> とかあ,あとそ,のあそうですねちょっと私たちが使えるのがなくてでやっぱりちょっと観光に全振りしてる町っていうか、まあ、小さい町なのでどうしても予算が限られるので、うん、観光の方に結構。 多分重点的にしてるので、うん、移住とかの方がちょっと多分少ないのかなっていう気はなるほどそうだからそこはなんかいやあの観光すごく大事なんだけど気に入ってくれたらもっとふふ、ね、住んでくれてやっぱ人口増えた方が税収も増えるし町、うん、も気になると思うので、まあ、ちょっと移住者支援はあったらいいな町長さんみたいな,な <laughs> 感じ<で>とかは。 これはね僕らもいろんな地域の仕事をしてますけどね本当にあるあるですよね。でこれなんか1つ、まあ、例えば僕らがよく仕事をしているところでと長野県に松本市っていう、まあ、あの大きい市があるんですけれどもあの移住者がめちゃくちゃ増えてるんですよ。本当に長野って本当に日本でもトップクラスに移住者が増えてるエリアなので移住者が増えてるんですけどで松本市もすごい増えてるんですね。でも、ね、移住者支援ねあんまないんですよ。本当に まあでも増えてるっていうのはまあそれなりにいろんな理由があるかなと思うんですけどでもやっぱりもっとあればみたいな声とかすごい僕も聞きますしあとこれね結構この観光復興とか新しい観光とか地域の形とかを考えるのに少しヒントになるかなと思ってるんですけど今までって移住とかと観光、ね、全部切り離して考えてたんですよねあの自治体とかで担当が別なんですよ観光課とか。 でこう移住促進化とかっていうのは別になってたりもするんでそうすると予算が違うしそこって全然連携してない多分そこをちょっと考え直さなきゃいけないよねっていうので。 おそらく、多分観光が入り口になるじゃないですか、移住の間違いなく。うんうん、入り口になって、だってね、あの皆さん、ね、トイ君も銀ちゃんも、一応観光客として1回、コトヒラに訪れたことがあるっていうのは、まあ、一番最初のスタートだったりもするので、まあ、結構その入り口になるかなと思うので、そこってもうちょっと中長期的に考えるとっていうのはちょっとあるかもしれないですね。じゃあ、もうちょっとその移住と観光をひも付けて考えないといけなさそうだなってことですよね。なんかどうですか、じゃあトイ君とか銀ちゃんとかは。 課題という、こういうのを解決していきたいと思ってるんだよねみたいな。課題か。<laughs> まあ、いっぱいあると思うんですよ、ね。言 <laughs> いにく。<laughs> <laughs> まあ、でも、やっぱ、その。今まで、コンピラさんっていう超巨大コンテンツがポンってあって。うんうん、まあ、そこをめがけて、人が来てっていうので、成り立ってた街。が、このコロナ禍で、まあ、その根底が覆されて。まあ、それだけじゃな、ない魅力は。 まあ必要だねってなってはきててでまあ、うん、まあ図らずもそのさっき言ったビルのプロジェクトがまあでかいっていうのはあるんですけどその完成されたコンピュラーさんみたいなコンテンツうん、うん、いいけどじゃあ僕はそのまだこれから作っていく段階からなんか外から関われる余白を作っていきたいなと思っててでそう。 その解体作業とかもあの、まあ、こういうプロジェクトやろうと思ってて解体手伝ってくれる人いませんかって SNS SN で発信したらほんと5 6 0人ぐらい、えー、あの県外とかからもそれこそ東京とか中国地方九州とかからも来てくれてなんかやっぱそれ一回手伝ってくれたら時間が経ってもあのビルどうなりましたかってこう気にかけてくれてたりとか継続的にこの街気にしてくれる きっっかけにはなってるんで、まあ、そういう余白は関われる余白は今後も作っていきたいなとは思っているんですけどなんかこれは僕の根本的なその性格というか、うん、あれでさっきめちゃくちゃうなずいてたのは僕は別に町のためにこうそれをやろうっていうよりはんみんなでこう楽しく。 僕がやりたいこと中心にこうプロジェクトができたら楽しいだろうなっていうでその延長線でなんか必然的になんか、ま、街も一緒に盛り上がっていったらそれは結構なことだなって感じで思ってるのでまあ僕は僕で楽しくやっていきたいなって感じです、うんなるほどね、そうですよねやっぱりコンピューラーさんに頼りすぎてた結果みたいな であれは素晴らしいものじゃないですか。僕も登ってあい行ってコンピュアーターさんに頼らない観光を作ろうっていうので行ったんでのあんまなんか登る予定なかったというかその仕事のスケジュールに登るってスケジュールが入ってなかったんですよ。でもよく考えたらいや登った方がいいよなと思って登ってみたらやっぱりねあれは素晴らしいものというかすごい世界に誇れるねあの、うん、コンピュアーターさんだなと思ったんで、まあ、ただ一方でねそこだけじゃない魅力が本当にあるっていう。 琴平ってね、すごい面白くて、調べてもね、全然情報が出てこないんですよ。<ー>もう、はい、あの、ね、本当に初めて旅をする人の気持ちで、皆さん一回調べていただきたいんですけど、琴平は本当に情報が出てこなくて、調べてもコンピュラさん、コンピュラさん、コンピュラさんみたいな感じになっちゃうんで、そりゃ旅行者もコンピュラさん行っちゃうよねっていうことだと思うので、まあ、それはね、ちょっと皆さんと一緒に変えていきたいっていうふうに思いますよね。うん、なありがとうございます。い君とかかどうですかそうでですすね 確かにそのまあ本当コンピュラーさんに頼り切ったっていうコンピュラーさんっていうコンテンツだけだったっていうのが、まあ、コロナでこういうふうにあの大,大打撃を受けてただその僕はまだ来て1年たたずぐらいなんであれなんですけどその本当になんかこのコンピュラーさん以外での面白いものっていうのが多分もっと探して掘り下げていったらいっぱいあるっていうのがもうなんとなく。<laughs> 少しずつ分かってきていてきい、うん、それをどういうふうにもっといろんな人に知ってもらえるのかなっていうのはけっあの結構常日頃考えることではあるなとっていうかそこがこれからの課題なのかなっていうのはすごい思います。うん、それこそやっぱ音楽にしてもそうなんですけど結構周りにミュージシャンがいたりとか知,ら知り合ってみたら本当にバンド昔すごいところでやってましたとか。 こだけすごいジャズのところにいましたとかっていう結構いらっしゃるので、うん、なんかそういう方たちともまたいろいろ巻き込んでそれをどう表現していくかっていうのは課題なのかなっていう感じはします。うね。ありがとうございます。 なんかあのその課題とかを僕がちょっと聞いたというか、今日話したいなと思ったのも、なんかその今回、一応最後のテーマとしては、その新しい関わり方みたいなこと、地域とどうやってかん、まあ、いわゆる観光客ですよね、僕らは。僕らの立場で観光客というか、こうまあ、さっきチャットで、えー、っとその風の人みたいな話出てきましたけど、まあ、その,あの風の人、土の人みたいな話がある中で、まあまあ、観光客は風の人としてこう、えー、地域に行きますと。 そういった時やっぱ今までだったら、なんかただただこう行って、帰ってっていうので、まあ、なんていうんですかね、お金を落とすだけなのか、何かを消費するだけなのかっていうのが、基本的な観光のあり方というか、そういうふうに思われてたみたいな誤解も含めてあるかなと思うんですけど、なんかこれからって多分そうじゃなくなっていくっていう中での新しい関わり方としては、なんか少し、その、なんか課題をもうちょっと見せていくというか、なんか余白を解放していくというか。 こういうとこはダメダメだし、こういうとこ関われるんで、皆さんぜひ来てくれませんかみたいな、みたいなやり方とかも、なんか一つあるんじゃないかなっていうところで、だからなんか今みたいな話を聞いた中で、それをなんか、面白そうだなと。ちょっとそこに対して携わることで、自分たちも何か、なんか価値が埋めそうとか、面白い出会いがありそうだな、みたいなことを思ってもらえると、また少し、なんかちょっと、ことひらの印象も変わるだろうし、こ,うあことひらに行った時のなんか、意識が変わると思うんですよね。 か前回のモニターツアー参加者とか30名結構すごかったじゃないですか、熱量。でね、もうめ,めちゃくちゃみんなまた来たいって言ってくれたりとか、そのね、こういうふうに関わりたいっていろんなことを言ってくれたりもするんで、なんかあの辺りは少しヒントになってくるんじゃないかなとはちょっと思ってます。じゃなんかちょっと最後、えー、っと、いろいろとその地域の関わり方みたいな意味で、なんか、うーん、なんかこれから、 皆さんがこうコトにいる身としてまあ土の人だとしてその観光客の人にこういう関わり方はもっと琴平にしてほしいんだみたいなことっていうのを最後ちょっといろいろとこう聞きできればなと思ってるんですけどなんか三好さんとかいかがですかこう観光客まあ今日とかでいうといろんな年齢の人はいますけれども一応今回の授業でいうとまあ20代30代40代ぐらいのまあ主に若い人というか。 えに向けてってっいうところでこういうふうに関わってほしいみたいな,なんかイメージとかって最近ちょっと一緒に授業やっていく中でかかあったりしますかい,やいろいろなんか外から見てどううん、うんか住んでいると気づかないこととか教えてほしいとは思いますねいろんなとこ行ってる方が多い旅人さん、うん、だから ななんだろうなどうしてもこう、えっ、ー、とーうちビーズ好きな人しか来なくて、うんうん、あの結構いつもホームなんですよね、ビーズ,ビーズが好きで、手作りとかハンドメイドが好きで、検索してわざわざ来てくれて、まあ居心地はいいんですけど、まあ結構ホームなん、まえっと、ぬるま湯ってやつです。ななるほど、はい、なるほほどどははいあの素敵 嬉しいですリピーターさんもすごいうち多くて常連さんも多いし年に1回しか来ないんだけど、まあ、あの年に1回は来てくれるっていう方とかもいて、うん、そうなんだけど、まあ、たまたまなんとなく来てあのどういう風に感じたかとかみたいな,なんか最近すごい思うのが B’z に1興味がある人を頑張って100好きになってもらうのが、うん、あの頑張ったらできるかなと思って。やっぱゼロのの人を1にするのが なんかそこを諦めちゃダメだなみたいなのが、はい、<laughs> すごく思って、はい、なので今回田倉さんのモニターツアーとか、まあ、ツアーの工程に入ってるからうちに来たっていう方も多かったと思う多分工程入ってなかったらわざわざうちには多分来てないだろうなっていう参加者さんがいて、うん、でもやっぱそういう方がちょっと楽しそうにしてくれてると、うん、今までビーズや入ったことなかったとか興味,をも興味を持った時がもう本当に。 考えたこともなかったみたいな方が、まあ、ここはゼロか1になった瞬間だなと思うんですけどなんかそういう方の意見はも,もっと聞き,聞きたい、うん、そうなんか割と興味がある人しか来なくてなんかそれは幸せなんですけど、はい、そうなんかでもそこゼロの人を1に興味持ってもらうのをなんかもっと頑張りたいのでそれはその風の人とかにしか。 もしかしたら持てない視点、もう1持っちゃってる人とゼロの人ってっ全然違うと思うんですよね、感じ方が。うん、っていうこと、感じです <laughs> い。いや、面白いですよ。だから、本当にすごい、三好さんと若者たち。 東京とかから来た若者たちのコミュニケーションを見て僕、めちゃ面白いなって、なんかすごい、すごい感じなんですよね。まあ、三好さんもね、こう受け入れるスタンスがすごいあるので、いろんな意見を聞くじゃないですか。で、若者たちも、すごい、こういうのは面白いと思う一方で、もっとこうしたらみたいな、こういうふうにやっていっちゃうみたいなのを、すごいフラットにあの話してくれてたりもしたので、多分それは、なんかあれなんですよね、だから観光客として地域に行くことで、それが意外と地域のためになってるっていう視点ですよね、皆さんの意見とかが。 ただ、ビ、うん、ーズ買って帰るだけじゃなくて、なんか、ならだめって言ってほしいし、うんうん、もっとよくするためにアドバイスとか意見も欲しいし、なんなら一緒に考えませんぐらいのスタンスでやれそうだなっていうことですもんね。うん、なんか、私はいろいろコミュニケーション取りたいタイプかなと思います。うんうん、なんか、いいことばっかり別に言わなくていいよって思うっていいや、ぜひちょっとね。<laughs> はい、皆さん、本当、ことひらに行ったとき、いや、なんか、騙されたと思って、三好さんに会いに行ってほしいですね。今日喋るの、すごい、抑えてます。ビーズの歴史12万年あるから、もう喋りだしたら終わらないです今日はちょっとあんまり喋ってないよ、ね。<laughs> ビーズの歴史は12万年で、皆さんあれですよ、ビーズ、一番最初は何だったか知ってます貝殻だったんですからね、ビーズは。 残ってるあの、発掘されてる一番古いのは確認されてる。いや、多分そのこの話、長いんで、十分。でも、そうですよね、本当に、だから結構、皆さんみたいな、要は地域にいない人の視点ってすごい面白いので。うん 多分、香川の視点と東京の視点で全然違いますしそそ、年齢によっても違いますし、生まれたところによっても全然違うかなと思うので、なんかその辺をすごい意識しながら観光をしてくれると、まあ、それが新しい関わり方になるということですよね。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと遠い君か銀ちゃん、どちらかに、なんかそういう関わり、こういう関わり方をしていきたいなと思ってるっていうところで。 じゃあいもともとやっぱ都内にずっと住んでたので、うん、なんかこうすごいあの都会に住んでた目線でいろんなこの琴平のことをまたお伝えできるかなと思うのでなんかそういう目線でなんかいろいろななんて言われたの、うん、<laughs> か全然あの都内辛いですとか。 都内こんなところがいいですとか、なんかそんなのをただ話しに来てくれてるだけでも、全然なんかいい,い,いです。い <laughs> <laughs> なんかあれですよね、なんかとこのメンバーとかもそうなんですけど、あのちょっとこの後ぜひね、見てもらいたいんですけど、今日ちょうどオープンした、その特設のウェブサイトがあるんですよ、こひ平の。それとか見てもらうとわかるんですけど、こひ平にはこういう人がいます。 でこういう人が好きなことでこ,こういうふうにこと開いてますっていうのを全部書いてあるサイトなんですよ。であんまりなんか昔から旅って人だよねとかってみんな言うじゃないですか。みんな言うけど意外と実践できてなかったんだなっていうのがここ最近の学びとしてあるというか。なんか真心ってお店があるのは知ってるけど遠い君がいるのは知らないというか。 買ったりとかなんかそういうことなんだなってすごい最近思ったりするのでそういう意味ではやっぱりこう人をめがけて旅をするみたいなのをなんか今日みたいなイベントもそうですいろんなウェブサイト見てもらったりとか SNS ねフォローしてもらったりとか何かそういうところでちょっとね接点持ってもらうといいかなっていうのはちょっと思ったりもしますよね。あ、うん、ありりりががととううううございいいますすすじゃありんちゃちんいかがですかかでこ関うう関わわ方をっってる人としててやくれるる箱持人し うんまあ、ビルの方も引き続きそのガッと人を集めて例えば塗装したりとかなんか一緒に作ったりみたいなタイミングは今後もあるので、うんまあ、そういうところにも関わってほしいし、まあ、こちらが用意したそういうタイミングじゃなくても、まあ、実際このお店にこう来てくれた子でなんか、まあ、その子も東京の子なんですけど、うん、なんかえっ、ー、とまあ自分がこうなんかやりたい企画みたいな。 美大の子なんでですけど、あ、うん、ってでなんかこの話を聞いてくれるのはしおり屋さんしかいないと思ってきましたみたいなな企画書持ってきてくれてなんか一緒になんかできることあるかなみたいな感じでなんか作っていったりとか結果的にうちのスタッフに行ったんですけど、うん、とかなんかなんていうんですかね消費する観光っていうよりはなんか、うん 生み出していく観光とか。なんかそういうちょっと抽象的ですけど、うん、なんかその場所でなんか生み出していく意識でなんか旅をしたら。いいんじゃないかなって思ってます。うん、うんなね、なるほど。いや本当にそうですよね。なんかやっぱり <laughs> 旅って別に消費するものだって。だ誰がいつ決めたんだろう,う？って日本だとその。 なんか思考がすすごい顕著ですよね僕はよく言うんですけどやっぱ新しい旅というかこのコロナ後ニューノーマルな旅とか観光っていうのは、まあ、今までってやっぱりどうしても娯楽とかレジャーみたいなものとしてくくられるじゃないですか日本では、ね、そういうカテゴリーとして旅行とか観光ってやっぱりセグメントされちゃうんですけど、まあ、そうじゃなくてもう少しその地域にとって価値を生むとか 自分の人生を豊かにするとか、いろんな人とのつながりが生まれるとか、なんかそういう、あと文化が形成されるとか、なんかそういう別に娯楽とかレジャーとかだけじゃなくて、消費するって意味だけじゃない旅とか観光の形っていうのがあるよねっていうふうにはすごい思うんで、なんかそれを体感する場所としては、すごいことひではね、面白いと思うんですよね。受け入れてくれるスタンスがすごいあるんで、皆さんに。うんです、ね。ありがとうございます。 じゃあ気づきもあと15分くらいになってしまっているので、ちょっとぜひ質問がある方はチャットとかにいただければ、それを拾ったりしながらやっていきたいなと思ってますあの。なかったら僕が知り合いにどんどん当てていく作業をするだけ <laughs> なんで、今、は、日、い、の,ぼあの僕の知り合いで知れ北海道の知れとこから参加してくれている子がいます。ちなみに すごくないですか琴平に皆さんいて知床ちょっとおきさんぜひ何か質問とかありますかえっといいかと思う話がたくさん聞けました。ありがとうございます。私知床の羅臼町っていうところに今年から住み始めて町の SNS の発信とかをやってるんですけどもう一般の方で SNS 意識高い人が全然いないんですけど 皆さん、移住者で一般の方なのに SNS 発信を意識高くやってるのがあすごいなと思って、その辺は元からそういう意識があってやってましたか琴平に来る前から。確かに皆さん、どどんどんめちゃくちゃやってますもんね。三好さんなんてインスタライブ毎週やってるし、銀ちゃん、ツイッターフォロワー9000人とかいるし、ね。 あ頃でインスタとかでめちゃくちゃイベントの告知とかやってますもんね。ど,ど,どんななんですか ?SNS は。こっちに来て意識するようになりました。僕は。やっぱ本当コロナという状況下だったんで、そのやっぱこっちからどんどん動,動き出していかないとあなるほど、厳しいだろうなっていうふうな意識ではあったので、うん、だいぶ。あの やるようになりましたって感じですねきんちゃんとか三好さんはどうなんですか僕はまあ昔からその動画投稿とかなんか sns 自体は使っててで特にこっち来てからまあここの場所自体がちょっと外れにあるのでなんか発信しないとどうにもなんないなっていうな、まあ やらざるを得なかったっていうところはあるんですけどこれまでやってきたなんかスキルを生かして発信はしていかなきゃな,なってことで実際に迫られてやったって感じです、うん、なるほどですね三好さんはずっと好きだったんですか私はそうですねもともとだから京都に十年いて香川に U ターンしようと思ってたときに、もう香川、でも人,人がいないからもう人口が少ないのでもうなんかネットショップとかインターネット使わないと好きなことをや,やり続けられないと思ったので京都にいるときからネットショップ作って、で割と SNS とかもずっとやってましたね。うん、で、YouTube とかもやりだしたのはやっぱコロナが一番ひどかったときにお店を1か月ぐらい閉めてたんですよ。閉めてる間に何かやらなきゃだめだって思って。 YouTube とか多分インスタライブとかも動画系もそのタイミングで始めた感じですね。うん、なるほどですね。まあ、じゃあ、三好さんとか銀ちゃんは、ねまあ、もともと確かにずっとやってそうとか得意そうだなとこまあ、た遠いんは来てから人を呼ぶためにちゃんと考えてやらないとなっていうところで、割と力を意識してやり始めたっていうところなんですね。うん、自発的ですね。<laughs> <laughs> なんかでもそれもやんなきゃいけないというよりかは、好きなことやってるし。 やったら別に何かことヒ盛り上げようとしてやってないですよね。<laughs> 極端な話で言うと。なんか多分自分のやって好きなことを周りの人に伝えるにはどうしたらいいだろうって考えたらまあ必然とやるよねみたいな話かなとは僕は思いますね。あ最近すごい面白いのはこのねハッシュタグで <laughs> あの「好きがことひらくきって作ったらすごいあなんかあ ね、蝶々とかわかりやすいんですけど、<laughs> SNS もっと見なきゃとか、それこそ中野うどん学校さんとか言葉さんとかもそうですけど、あやっぱ若い人って SNS なんだなみたいなことをすごい分かってくれて、すごいなんかより SNS 見るようになって、あ、じゃあ発信しなきゃいけないんだみたいなことを思っていただいてるんで、そのあたりは今回のプロジェクト通して結構成果が出たところかなと僕は思ってますね。ありがとうございます。知るとこからわざわざ。ありがとうございます。うん、ぜひ。ラウスショーから。 ことひやに来てください。はい、えー、見ました。ありがとうございます。<laughs> はい。あのひかりちゃんは地域おこし協力隊で今るところラオス上りっていう感じですね。<laughs> はい。じゃあえっ、ー、とちょっとあやねさん、あやなさんっていう方から質問が来てるんで、これもしあやなさんちょっと声出せたらなんかせっかくなのでなんか意図含めてちょっと質問聞いていただいても大丈夫ですか。れかこれ絶対トーイックに聞いた方がいいな。<笑><笑> さんはいいらっしゃいますかいなないいかなあれあれあはま、い、すすません。はい、はい、じゃあちょっと質問を聞いていただきます。待って、今ちょっと私、イギリスに夫の不倫でついてきて住んでましてで、すごいイギリスの中でも田舎にいるんですけど、そんな中、ちょっと皆さんがその地方でどんな形で、 えとまず最初の第一歩を踏み出したかっていうところをちょっと聞きたくていいですね最初の第一歩を踏み出したかっていう中でその参加するコミュニティとか地域に取り組むためにどうしたらいいでしょうっていうところですねはい、はい、ありがとうございますじゃあちょっと3人それぞれ聞いてみましょうか <laughs> <laughs> でも、りんちゃんは最初2年友達いなかった。僕、全然溶け込めなかったから、そう、これ絶対、遠い君に聞いた方が、なんかいいと思う。確かに。なんか、僕の3年間、なんだったんだろうって思うぐらい、一瞬で、その、溶け込んでてんで、ね。参考になるかかもじゃあ君どうですかそうですね。でも、なんですかね。結構、僕は、あの、なんかの、 割と最初からあの土足でいらっしゃいあの、お願いしますぐらいの気持ちでいるので、うん、それこそ銀ちゃんと会った時に、ああ、バラフォンだとか言って、その日から僕、銀ちゃんって呼んでましたから、<laughs> そういうものもあるだろうし、まあでも、あとは何ですかね、でも自分から足は運びました、やっぱり。お店に行ってとかもありますし、うん、あと、 この誘ってもらったお食事とか飲み会とかなんか僕自身あのコミュニケーションも好きですし、まあ、お酒も大好きですしご飯食べるのも大好きなので結構積極的にやっぱ顔を出すっていうのは最初は意識してたかもしれないですね。うんはい なんかあとあれじゃないですか？まあ、お酒とかももちろんそうかもしれないですけど、多分共通の趣味というか、なんかね。トイ君だったらやっぱり音楽みたいなところとかで、そこで繋がってみたいなのありそうですよね。うん、そうですね。音楽の葉人たちバンドが好きだとか。なんか。でもそれぞれ多分、みんないろんな各々個人が持ってる。好きっていうのはあると思うんですけど、うん、なんかその話を僕そういう話を聞くのもすごい大好きなので。 例えばこの辺りでこんなところがすごいとかっていうのを、うん、その人が知っていることをすごい興味を持って僕も聞くとそれは僕にとってもすごいあの嬉しいことだしっていうのでなんかそれでなんか自然と広がってったっていう印象はありますはいなるんですねありがとうございますみみよしさんとかなんかありますどうですか普通はまあしばらくはあのそんなにま待の姿勢待つっていうか<あ>自分のまずお店を まあ移転してきてここで忙しくやっていてまあ落ち着いてからいろいろ久しぶりにコンピュラーさん行くかみたいなあの町内だしみたいな感じで,で SNS されてるところはいいねさせてもらってタイミングが合えば挨拶させてもらってでまあ今も月1回ぐらいはコンピュラーさんの日みたいなことひらでみたいな感じで。 顔見知りのお店回、ままま、る日じゃないけど今日は琴平で遊ぶ日みたいな感じで <laughs> うろうろしてたりしますね。月1ぐらいはなんかトイ君と違って常にずっとそういうスタンスってよりかは、まあ、割とメリハリつけて普段はこうだけど今日はこうがん頑張ろうじゃないけど外に出ようみたいなスタンスで行くっていう。偵察じゃないけど琴平の、うん、今,今最近の琴平どうかなチェックみたいな。<laughs> 縄、うんうん、張りチェックっていうか縄張りとかじゃないですけどなんか、うん、あのちょっとこ今日のことひらを感じに行こうかみたいなうちがちょっと離れてるのがあの観光客気分味わえるんですよたまに行くと、はい、そうそうあのちょっと離れてるんで観光、ねはい、客気分でたまに行きます、はい、<laughs> ありがとうございますはいじゃあ相さん質問ありがとうございましたじゃあちょっと最後も時間もないのでじゃあことひらの。 10段目ぐらいに生まれた前田奈津子ちゃんが質問してきてる。じゃあ、奈津子ちゃんに。あどうも、はじめまして。えっと、実家は琴、コピラーさん、石段22段目、前田し運動というところの,いいあの、おじいちゃんがやってるんですけど、そこが実家です。えっ、ー、と、生粋の琴平生まれ、琴平育ちで、もう、高校卒業までずっと琴平にいました。えっ、ー、と、質問なんですけど、 まあ皆さんは琴平に移住者として来られて、えっと、もう今までそのいろいろなそれぞれのお仕事をやっていく中で、まあ、移住者としてずっと受け入れられる側だったと思うんですけどもう今は琴平に根を張って過ごしている中で今度は新しい人たちを迎える側にの立場に変わりつつあると思うんですけれどその 立場が変わっていく中で、まあ、皆さんのご自身の経験も踏まえて、新しく来る人、まあ、どういった人を受け入れて、どういう人とならなんか一緒に頑張っていきたいなって思えるかお聞きしたいです。はい、いいですね。なんかいい,い,い締めになりそうな <laughs> 質問が来 <laughs> ましたね。じゃあ、誰からいきますかじゃあ、銀ちゃんからお願いしていいですかはい。 うんまあ、僕はもうまだまだこう何ていうんですかね受け入れていただく側だと思ってて何、うん、ていうんですか受け受け入れる受け入れたい、うん、<laughs> どんな人を受け入れたいとかなんか <laughs> そ,そ,そんな言うのおこがましいくらいのこう恐縮な感じなのでむしろなんか、まあ、どんな方でもいいしその好きなことを この町でなんかそれを突き詰めてなんかやろうって思ってくれる思ってくれるじゃない思っている方は純粋に応援したいと思うしどんなことでもその中で一緒に何かできることあったらぜひ一緒に何かできたらいいなって思うしうん、うんうん、そ,そうですね誰でもウェルカムって感じです、うん、なんそんなに別に偉そうに <laughs> かしかない <laughs> ただ僕が言えないって感じですね。うん、はい、じゃあお二人のことですかね。まあでもそれは全然共感っていう感じはありますよね。僕も同じくまだ来たばっかりなんで、<laughs> うん、そうですね。あの、受け入れてもらってる、まだまだ受け入れてもらってる側だと思ってるので、まあでもそれで本当に、あの、こと平にまた新しい人が来てっていうふうになったら、ぜひ一緒に。 ご飯食べましょう。<laughs> はい。<laughs> はい。ありがとうございます。じゃあ、あ皆さん、いかがですか?。いや、私も本当に。<laughs> なんですかね。はい、移って、移ってきた。まあ、香川は、香川県は出身ですけど。戸平。に来たのは最近。ですっはい、あの、ただ今。タイミング的に面白いんじゃないかなって思います。うん、みんな。 映映っってててる今めっちゃ面白いタイミングだとは思うんですよね。だからちょっと映ってきてちょっと立ってるあの私たちもそうですしもういるし応援してくれる大人の方たちもなんか引退間近とかじゃなくて現役の大人の方たちだから動いてく,れくださる方たちがいっぱいいるからなんかいい今。 今いいよっていう感じはしますけどね。わ、うんまあ、割とやっぱ手探りコロナでちょっと状況変わってきてみんな手探りだしちょっと今までの状況そのままじゃだめだなってこうちょっと変化を今まで以上に受け入れやすい時だから、うん、あの長くされてるお店とかもうんあの今いいと思います。<laughs> はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。あの、年末年始は帰りますので、ぜひ遊びにさせていただきます。ぜひ、ぜひ、ありがとうございます。なんかこうイベントは。昔教えてほしいです。あ、ぜひ、いろいろお話聞きたいです。あ、もう、山ほど。 もう両手両足を数使っても数え切れないほどありますので、<laughs> ぜひお願いします。ぜひ片手ぐらいでお願いします。あ、わかりました。触 <laughs> <や>りました。失礼しました。いや本当にね、あ面白いですよね。僕もなんか正直もう何回も行ったんで、こうね三人とかもねもうこの短時間で何回もあったりとかすると本当にねなんか第二の故郷みたいになってくるわけですよね。 分かりやすくだからそれがなんかあ、あそこに帰ったら、ああいう人たちと会えるんだなとか、ああいう人たちとお酒飲めてとか、喋れてみたいなことがイメージできるって、すごい僕、大事だなと思ったんで、なんかこれはやっぱり一つ新しいねあの旅の形とおもしろいなと思いますし、だから今日イベントに登壇してるから、すごい人たちだみたいな感じで思うかもしれないですけど、本当にね、会えますからね、ちゃんと行ったら、はい、お店に行ったら、ね、いますし、ちゃんと。 なので、ぜひ会いに行ったりとかね、それこそ SNS でつながっていただいたりとか、なんかそういう感じでね、イベント参加しましたみたいな一言があればね、分かりやすいと思いますし、ぜひやってもらえたらなと思っています。はい。じゃあ、ちょっとすみません。時間も終わりに近づいてきてしまったので、ちょっと、あの、最後、文太からも案内してもらう予定だったんですけれども、あの、ぜひこれ、あの、今新しく作った、えっ、ー、と、ことひらのウェブサイトですね、この月がことひらく街っていうので、あ、ここ銀ちゃんいますね。はい。あ、これ、三好さんいますね。はい。 <laughs> であのー、これ見ていただくとことひらってこういう魅力があるんだぞとかあとこういう人がいるんだぞっていうのが他にもあここにも銀ちゃんいますしねはいトウく君とかもいますねはいここにいますね。 はい、たりもするのでいあるかなという,ふうに思ってますあとあのこういう地域の人たちとつながれるというかコミュニケーションが取れるなんか LINE のオープンチャットとかもあの作ったので最後また文太から案内しますがここでね本当に僕が何かメッセージ送ると絶対美しさんが反応してくれるっていう <laughs> すごいいつも嬉しいんですけどまあなんかそういう地域の人と行きますみたいなね いついつ行きますよとか、こういうイベントやってますよとかね、そういう情報を共有できるオープンチャットのぜひこれ、皆さん入っていただけると嬉しいなと思っているのと、あと、あの森田ツアーやるんで、ぜひ、これ、すごいですよ、本当に観光庁のお金なんで、皆さん無料で来れるんで、ぜひ、倍率は高いかもしれませんが、ぜひ、このこの森ーツアーに参加すれば、3人には間違いなくあの会えるものがあるので、ぜひぜひ、これとか見てもらえればなと思っています。はい、じゃあ、ちょっと最後になりますけど、ちょっと一言だけ、なんか、 うん、なんか、どうですかね、この皆さんに向けてメッセージというか、琴平をもっとこうしていきたいみたいなことも含めて。最後一言いただいて終わりにしようかなと思いますので。じゃあ、はい、じゃあ歴が最順に行きます。また <laughs> いく <laughs> はい。なんだろう。でも、本当にすごい、琴平。僕はまだ、あの一年ぐらいで、あれですけど。 1> ここ1年で本当にいろんな経験させてもらっていろんな方ともつながってこれてるので、うん、あのそれをあのぜひ皆さんにも体感していただきたいなと思います。うんはい、ぜひコドヒに遊びに来てください。はいありがとうございます。本当にカレーがめちゃくちゃ美味しいんでね。そうカレーです <laughs> 意外とカレーあのどういうカレーとか調べたらいっぱい出てくるので、はい、ぜひ皆さん調べてみてください。 はい、じゃ、というか、ありがとうございます。さん、という。ありがとうございます。はい。まあ、三好さん、お願いしても大丈夫ですか。はい、あの、ビーズ屋さんですけど、別にビーズ興味なくてもいいです。あの、とりあえず来てっていう。あの、来てさえもらったら、私がめっちゃ語るので。なんか、ビーズってそんな歴史あったんだとか。うん、多分。そう、あの、ゼロを一にしたいので。 あのビーズあのビーズ屋さん専門店って言ってるので興味がないといっちゃダメなのかなとか思われる方がたまにいるみたいなんですけどあ全然三好に会いたいとかでも何でも変な人に会いたいとかでもいいので一度一度濃いぐらいの感じでお待ちしておりますあのこのまんまの人がいます <laughs> 本当にすごいに決まりなきゃこのままの三好さんがねなんかよく言われそのままですねって言われますね <laughs> お待ちしておりますはい。 あの本当にねあの、めちゃくちゃ僕さっきも言いました、騙されたと思ってもらいたいのと、<laughs> 三好さんと喋るだけでも面白いし、<laughs> ビーズのね、本当に話を、三好さんがなんでビーズ好きなのかっていう、語り出すと、一1時間ぐらい止まらなくなるのも面白いですし、はい、あとはあの、めちゃくちゃ料理が美味しいんで、実は、カフェにある。僕のおすすめは、あの厚焼き卵サンドは、まあ、ね、世界で一番美味しいんで、<laughs> ぜひ、<laughs> 本当に美味しいです。い<や> いや、こっそり、はい、こっそりカフェもあります。はい、ありがとうございます。<laughs> 本当にありがとうございます。はい、じゃあ最後、銀ちゃん一言お願いします。<laughs> はい、もう本当にシオリヤのプロジェクトの話になるんですけど、もうあの、僕はビルで解体したり、あの内装したりとか、まあこ、これからどんどんやっていくんですけど、あの、いつでも来て連絡くださったらご案内しますので、まあ、ビル中心に一緒に街歩いたりとかしたいし。 もう普通に友達になってください。お待ちしてます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当になんかね。今日あの多分時間も遅いので今40人ぐらいですけど、多い時60人ぐらいで多分入れ違いとかで70人ぐらい来てくださったんじゃないかなと思いますね。すごい。なかなかひらをテーマにして、ここまで人が集まってくる <laughs> 結構すごいですよね。確かに <laughs> 本当に。 でちょっとこれね、あの動画アーカイブされるので、また YouTube で後であの見てくださる方もいると思うんですけれども、ぜひぜひ本当にこれを見て、興味持ってくださったらね、あのー、サイトを見ていただいて、モニタツアー参加していただいたりとか、LINE、うん、オープンチャット参加していただいたりとか、ぜひみんなでコミュニケーションをとっていって、こう、コトのね、観光の未来をみんなで作っていければなというふうに思ってますので、はい。じゃあ今日は本当にたくさんの人に参加していただいて、ありがとうございました。じゃあこれ、えー、っと、ひとまず、えー、っとトークセッションは終わりにしてですね、えー、っと、司会の石川文太に戻したいなと思います。はい。じゃあ本当にお三方、ありがとうございました。 皆さん拍手で、はいはい、ありがとうございますありがとうございました、はい、ありがとうございますはいありがとうございます,、はい、い,ますいや一回僕らも言ってるからなんか不思議な感じですねその言ってるメンバーの話を実際に聞くっていうのはう、ね、じゃあ最後あの告知をあの改めてさせていただいて終わりにいければなと思います 残りあと4分ぐらいで終わるので、最後まで聞いていってください。はい、では告知が2つあります。あの先ほど、ミナオさんの方から告知していただいたんですけども、本日6時から特設サイトをリリースしました。改めてちょっとリンクを投げていただければなと思うんですけれども、今回、新しいコンセプト、月がことを開く街っていうのをコンセプトにして、中に、 あの、いろんな、三好さんだったりとか、さっきも説明あったんですけど、トイ君だったり、人がすごく、えー、反映されているサイトになっておりますえ。えっと、1月に実施する予定のモニターツアーも募集ももうスタートしているので、あの、お早めに、えー、参加していただければなと思います。見に行ってあるので、えー、サイトの方から見ていただければなと思います。今回のゲストの参加とも載っていますので、皆さんチェックしてみてください。はい。 あと、オープンチャットですね。コミュニティグループ、えー、オープンしております。えー、こちらも、えー、LINE のオープンチャット、えー、この後、QR コードがあるので、QR コードから読み込んでいただいたり、えっ、ー、と、今、貼っていただいているリンクから入っていただければな、というふうに思っています。地域の人も入っているコミュニティグループなので、旅行く前、えー、からつながれるし、 旅行った後もつな,がるつながり続けることができるコミュニティグループになっております。あのすごく新しい地域と観光を結びつける新しい取り組みなのでぜひ皆さんも参加していただければなというふうに思います。今日、えー、決算に出ていただいている3名の方も参加しております。はい。ここのオープンチャット、この QR コードを読み込んでいただいたら参加できるのでぜひ、まあ、 えー、携帯のカメラで、えー、読み込んでいただいて、入っていただければなというふうに思います。この,あのオープンチャット、LINE で、えー、入るんですけれども、LINE のグループで入るんですけれども、個人情報とか、えー、勝手に LINE 送れないようになっているので、えー、スコンプライバシーとか大丈夫かなというふうに思っております。はい。はい。じゃ大丈夫かな。はい。 では、えっ、ー、と、以上になるんですけども、最後に、えっ、ー、と、今日のイベントですね、えー、ハッシュタグ好きがこと開く街で、えー、ぜひ感想を、えー、いろいろなお話が出てきたと思うので、えー、ぜひハッシュタグで、えー、投稿してみてください。えー、といくんだったり、みやしさんも、あの、ツイッター見てるので、えー、ぜひメンションつけていてあげると、えー、喜ぶんではないかなというふうに思います。あと、町長も。 Twitter あのいつも見てるので、あのすぐに、本当にすぐにあのいいねが飛んでくるのであの、ぜひつぶやいていただければなというふうに思います。あとは、えー、モニターツアー、もし悩んでる方いましたら、えー、と前回の、えー、30名も、えー、先に行ってるモニターツアーの様子なんかも、えー、このハッシュタグで見ることができるので、えー、そちらのハッシュタグ、えー、ぜひ、えー、見ていただければなというふうに思います。 はい、えー、長い間だったんですけども、9時半になったので、ここでイベントを終わ,ら終わりにしたいなというふうに思います。はい、長い時間、皆さんありがとうございました。そして、えー、銀ちゃん、最後まで残っていただいてる、ありがとうございました。あの、ぜひ、えと、ー、琴平、えー、行くタイミングあったら、えー、ハッシュタグつけて、えー、琴平来ましただったりとか、あとは銀ちゃんだったり、三好さんに連絡していただければなというふうに思います。といくんもね、あの かなりの、琴平の表参道の真ん中に面してたりとか、一、え、つ、ー、水も近いので、えー、ぜひ行っていただければなというふうに思います。はい、では、えー、今日のイベントを終わりにしたいなというふうに思います。皆さん、えー、遅くまでご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたお会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございました。 ああ皆さんの出るまで見送りますかね僕らでね <laughs> すごいでもイギリスしれとこ,ろとこすごいですね,ここかねありがとうございます皆さんはい、ありがとうございました